はい。じゃあ、それではですね、えー、本日の合格答案作成講座、えー、本日が民法の第1回目の講義ということになります。えっ、ー、と、まあ、今日から合格答案作成講座ということで、まあ、論文対策の講座ということになります。で、今日はまあ初回ということになりますので、まあ、特にまあ予習とかはまあ前提とせずに、えー、ま、民法のえまあ論文の解き方であったりとか、まあ、講義の進め方を含めて、えー、ま、最初にえ説明しつつですね、えー、ま、具体的な内容に入っていくということになります。で、まず、あの、講座のスケジュールとしては、えー、ま、合格答案作成講座は、えー、ま、民法から始まって 基本7方ですね えー、民事系科目、民法商法、民事訴訟法、えー、刑事系科目の刑法刑事訴訟法。で、広報系科目として、憲法行政法という形で。まあ、入門講座を受けられている方、入門講座の7科目の順番で。えー、適時、えー、論文の問題をガガが解いていくという形の講座になります。で、特に、ええー、と、まあ、コンセプトとしては、まず入門講座のレベルですね。まあ、入門講座だったり、基礎講座という。まあ、いわゆる一般的なインプット講座が終わったっていう段階を前提に。じゃ、今度は実際論文を書いていくっていう状況になっていきます。えー、特に、まあ、ある程度対象にしているのは。 合格とは作成講座が全部受講終わった段階で、まあ、予備試験の本試験、まあ、論文の本試験のレベルの問題であったりとか、まあ、あとはまあロースクールであれば難関の奇襲者試験の問題については、まあ、ある程度 ええ、まあ、一定での回答筋を作れると、まあ、特に安定して回答が出せるっていうところ、を一つの目標として。一応設定しています。で、特に、あの。内容としては、合格と案作成講座は、まあ、問題集使って進めていきます。で、特に、まあ、入門段階で。まあ、一定程度、まあ、ある程度やったかなという方も、やっぱり、まあ、忘れてっちゃったりすると思うんですよね。えー、ですので、まあ、体系別に学習していく中で。まあ、抜けているものとか、まあ、もしくは。ええ、まあ、ちょっと曖昧になっちゃってるところみたいなところは、これ使って、うまく、あの、復習をかけていただけると。まあ、入門講座でや。 もしくは一般的な基礎講座でインプットで扱っていたものについては一通りのことは、ね、あの論文対策としてやっていくということになりますので、えー、まあそこの部分はうまく復習で活用していただければと思いますで特にあの講義の進め方というか、ね、まずどんな感じで進めていくかというとあこの合格答案作成講座の問題集っていうのがあると思います、えー、まあ複数の教材配られていますけどメインテキストになるのはこの合格答案作成講座の問題集になりますでこちらの方はまあ基本的に収録されている問題についてはまあ一番最後は予備試験の全部の過去問ですかね まあ令和4年が直近年度ということになりますけれどもまあ平成23年から令和4年までの全過去問とそれからその前のところですねちょっとまあ目次でいくと第1部第2部という形でまあテキスト分かれてましてで基本的にはね少し移しますけれども。 えまあ大体こんな感じですかね第2部っていうのがまあ予備試験の過去問で、まあ、平成23年からまあ令和4年までの全部の過去問ということになりますででその前の第1部っていうのがちょうど体系別になっています、えー、まあ民法の場合だったらまあ第1問の総総則則ですね民法の問題からえ第75問まで、えー、結構の量ありますけれども、えー、まあ大体75問ほど問題がこう収録されていますこれは科目ごとにあのボリュームは変わってきますのであのまあ毎回毎回こんな多いわけではないですが、まあ、民法の場合は一応75問問題収録していますで この問題自体はあの、まあ、大体どういう問題が収録されているかというと、まあ、あの現在の司法試験という、ねあのまあ、平成18年以降に、えー、実施されている現行の司法試験より前の、えー、旧司法試験の問題、まあ、これ、大体予備試験の、まあ、問題のレベルと、まあ、ある程度近いものとされていて。 でまあえー、旧司法試験の問題、えー、それからまたロースクールの奇襲、えーまあ、者試験の問題、まあ、それから一部オリジナル問題という形で、まあ、あの事例問題形式のものが、まあ、並んでいる形になります、でで特にまあ講義の中でどういうふうに進めていくかというと、まずあの、答案を書くにあたって、あのしっかりともう事例問題での考え方ですね、えー、特にまあどういうふうに答案構成立てて、で答案構成か立てた上で、ものを書いていくかということになるから、まあ、プロセスとしては、 ま,あやっぱりまずは書くという前の段階で書く内容っていうのをしっかりと、えー、まあ方向性を立てていかなきゃいけないでしかもそれというのは、えー、例えばまあ5問やったからってできるようになるわけではなくてある程度、体系別に網羅性を持ってやらなきゃいけないということになりますから、えー、まあ講義の中では、えー、なるべく多くの問題ですね、まあ、1回の講義ちょっと例外はありますけれども、まあ1回の講義でまあ大体7問から10問ぐらいを一つの目安として、えー、まあ実際にこの問題を見た時に、まあ、初見で見た時に例えば,例えばですよ予備試験だったら70分で試験を書くわけですよ。 そうすると実際にじゃあどんなことを書くのかというときに、えー、実際に手を動かす時間、まあ、答案作成時間を加味すると、まあ、長くてもやっぱり20分かけたら長いわけですよね。 そうするとまあ初見で問題を見たときにまあ最初の15分えその段階でどういうことを書くべきかっていうことをある程度え筋道を立ててその上でも手を動かしていくってことになりますからそのまあ最初の答案構成っていうのをまあ実際に思考を起こしていくってことになりますで実際にこの答案に関してはまあある程度パターン化されてはいるんですよねえこういうふうなまあ出題があった場合にはどういうふうな思考手順で考えていくのかとかまあもしくは重要判例があった場合にはこういう判例のこの基盤使わなきゃいけないよみたいなまあそういうものっていうのがある程度、ま。あ パッケージとして覚えておかなきゃいけないもしくはまあ出てきたときにさっと、ね、あのスムーズに出てこなきゃいけないということになるので、まあ、その答案構成というものを一緒に、まあ、やっていきましょうということになりますで実際、答案構成が書けるようになればあとは実際それを答案化するという文章化というのはある程度練習が必要になってきますけれども。まあ、講義の中ではは、まあ、基本的にはまあ使う 行っていく問題っていうのは全部に対して答案構成をかけていって。で、その中から、まあ、問題を、まあ、一問ないし、二問ないし、まあ、これは、まあ、書いた方がいい問題だな。っていうものは指定していきますので。まあ、そういう問題については、実際に、まあ、答案構成を立てた上で。えー、実際に、まあ、答案という形で作ってみる。という、まあ、そういうプロセスで、まあ、一応進めていけばいいのかなと思ってます。で、あとは、まあ、答案に関しては、特に民法に関しては。やっぱり、一番最初の科目っていうこともあって、書き方であったりとか、どういうことしていいのかっていうのが、わかりにくいところもあると思うので。えー、一応、重要問題の中で。 えまあ私のほうでこれはなんか参考答案というのはあった方がいいかなというものについてはまあ適宜レジュメという形でまあ私のほうであの講師答案ということで参考答案例も出していきますのでえまあちょっとは実際書いてみて分からないところとかそういうところについては参考にしていただくということになります、まあ、参考答案については基本的には合格答案作成講座の問題集の中でまあ一応回答例というものがありますからまあ一応一義的にはそちらの方をまをチェックしてということになると思うんですけれどもまああの実際にはこれはの汎用性が高い問題とかまあ書き方としてはこれはこういうふうに書いた がいいかなというものについては、まあ、適宜、えーまあ今年はレジュメという形になりますけれども、えー、上げていくことにいたします。であとはですね、あのー まあこの答案構成に関してはえ基本的には問題の答案構成をどんどん立てていくという形になりますけれどもまあ先ほど映した通りで例えば第1問を例出すとまあこういう形になっているものに対してどんどんまあ私の方でえ書き込みをどんどんん立てていくことになりますえでこの書き込んだものについてはあの私のまあ講座まあ入門講座とかね担当講座とかあのまあ講座共通しているところではありますけれどもまあ書き込んだものについてはマイページ上でレジュメでアップしますのでまあもし講義でねどうしても書くのに追いつかなくなってしまうときです。 あるんですよね、えー、なんか私も書くのが多分早い方だと思うので、えー、書いていく中でちょっとあなんか書くのがいっぱいになっちゃってとっていうケースであればとりあえずまあ理解納得のほうを中心していただいてでそれで、まあ、あのウェブでえ PDF の形でアップされたときにそれをダウンロードした上でお手元に置いてもう一回確認するという、ねえー、復習がいいかなと思いますで基本的には進め方については、えー、基本講義の時間中にできるだけまあ多くの問題について扱っていくということになりますので少し戻りますね えと一応地用テキストについてはこの問題集1冊ってことになりますので、まあ、この問題集1冊、まあ、持参していただければ大丈夫になりますであとはですね、えー、参考資料という形で、えー、まあ論証集、定義集というものが一応え配られていると思いますけれどが、まあ、こちらはまあ積極的になんかねあの講義の中で使っていくというようなものではなくて、まあ、ある程度、参考資料という位置づけになりますので、まあ、例えばインプットのところで忘れているところがあるとか、まあ、もしくはまあちょっと確認しておきたいなというものがあった場合にはこちらの方をまあ適宜参考していただければと思います。まあ あのレッグで入門講座を受けられている方はあのセブンサミットの位置づけだと思ってくれればあのいいと思いますなのでまあ講義の中では特段あの積極的に使うということはないかもしれませんであとはもう1点ですね私のクラスですとあのチェックシートというものが配られていると思います一応最重要項目チェックシートの方が配られていますがこちらの方はあの まあ合格答案作成講座の中でもあれなんですけれどもまあ覚えなきゃいけない規範とか定義とかみたいなものを一応このチェックシートっていう形でまとめたものになりますのでこちらもまあ講義の中でまあなんかねこのチェックシートを積極的にね使っていくっていうことはないんですけれども大体まあ私が実際合格答案に限らず論文書くっていう場合には ここに書かれているものをしっかり頭に入っていれば、まあ、実際、論文を書く上でのパーツには困らないだろうというものを、えー、一応作成しているものになりますので、えー、例えばまあ予習復習の段階で例えばまあ今日は民法相続やりましたで次回が例えば、ね、時効とか代理とかそのあたりの範囲だという形であれば、まあ、前もってこのチェックシートとかを使ってそこで書いてあることがある程度頭の中に入っているかっていうのを見てでそれでその上でまあ取り組むという形になっていれば、まあ、講義の中で、まあ 例えば分からなくなっちゃうということは比較的少ないのかなと思いますのでまあ使い方としてはまあ例えば講義で扱った範囲についてえその覚えなきゃいけない規範っていうのがちゃんとインプットできているかどうかっていうのを見るためのまあチェックとして復習用の教材としてあとはもう1個はまあ講義で予習した段階でえまあその今日やる範囲について。 そこのところで例えば前提知識が漏れてないかっていう確認のためのいわゆるペースメイクのために使っていただければと思います。で、でこちらはですね確か番号がついていて二十三点ゼロっていう番号が付されているかと思いますが、一応こちらの方はですね一応今年のまあ最新版というかね一応訂正等も含めてまああとは新しく追加した内容も含めて最新版ってことになってますので、まああの使うときには私のでチェックシートのページ数とかを言及するときにはこの二十三点ゼロというもののチェックシートの番号と で一応説明していきますので、えー、そこはまあ一応そんな感じで進めていただければと思います。であとはまあ,あの今日まあ早速やっていきますけれども、えー、とま予習復習等に関しては。 基本的なこの合格等の作成講座はまあ、やっぱり問題のま解き方であったりとか。まあ、実際回答の筋道っていうのをまやっていくっていう講座になるので基本的には前もって問題の目を通しておくってことが一応前提になります。なので一応ね。毎回問題については指定します特に今日まだ言ってなかったんですけど、民法が全部で。 えと14回ありますで14回あって、えー、最後の2回から3回については、えー、第2部、えー、予備試験の過去問について全部解説をしていくという形になっていてで第1部については、まあ、今回全部で14回ありますからだい、えー、まあ目安としては11回から12回にかけて、えー、この75番までの問題を扱っていくことになりますでその時にあの民法に関してはやっぱり重要度の濃淡ってあるんですよ。 あのこの問題はもう絶対外しちゃいけない問題というのもあるし、まあ、中には、これはちょっと補充的に扱うべきだという問題があるのでえ民法に関しては頭から第1問からやっていく感じではなくてえ、まあ、重要な問題をまず最初にピックアップして1周目をやってで残った問題をまあ,ある程度、網羅性を持たせる意味で2周目という形でやっていくのでえ毎回番号を指定します。 でだいたいまあ五問まあ七問から十問と先ほど言いましたけれどもまあマックスで十問ぐらいになるような形でまあ次回次次回ぐらいのね問題番号を指定しますのででそちらについては <coughs> まあ事前に問題を解いてみるっていう形になると思いますで実際問題問題解くときに何をするかというと回答を作るとかまあそういうことは本当に必要なくてまずまあ問題を見るとまあ例えばですね今日早速ですが第 え3問みたいです。今日は第3問からあのやっていきますけれども例えば第3問であればこんな形で問題になっているので <laughs> ま,あまず問題を読むというのがもう最初の予習です <laughs> で問題読んで,えでそれでまあ一般的にはこういうい民法の問題とかであればまあ人物関係図みたいにねえ今日実際、当ああ案構成という形で実際、これ当案構成立てていって。まあ ある程度、回答筋まで持っていくけれども、ある程度、その A とか B とかの人物関係図書いて、でそれで、まああのまあ、例えばこの問題についてどういうふうに考えていくのかなみたいなことを、まあ、考えていただくっていうのが一つですで、一番いいのは、あのまあ、今まで例えばですね、何かしら答案構成されたことがあるのであれば、自分だったらこれ、答案書く前にどんな感じの答案構成立てるかなみたいなのを、一、まあ、つの目安としては15分前後を立てて書いていただく。 っていう感じですであとは実際、講義を受けるにあたってはじゃあその講義の中でじゃあ実際、自分の考えたまあ答案筋と、えー、実際、私の方で一応1つの回答筋を毎回出しますからその回答筋の中でまあどの点がまあ例えばね食い違っていたのかとか、まあ、もしくはまあ本当は、ね、もうちょっと書くべきだったんだけどこの部分はあまり書けてなかったとかその辺りのところをまあ自分のまあ作った答案構成と、まあ、ある意味か、解説を聞きながらまあ再構成していくという形でいいかなと思っていますで。ただとはいってもね あの最初の段階から一気にドンとかけるということはなかなかないのであの、まあ、最初のうちはです、ね、私の方でまで回答例とかをある程度作っていくので、まあ、ある程度真似しながらだんだん慣れていくという形でもいいかと思いますでただ、あの一応、ね、よくあのこれ最初の時に言うのはあの調べ物をがっちりやるのは,これはなるべく避けた方がいいです。 あの例えば中にはねあのこの問題1問やってみようということでなんかこれなんとなく代理っぽくねえかっつって、えー、代理のところを調べてね、えー、なんか、えーま、1時間ぐらいかけて調べてみてでもよくわかりませんでしたみたいなこともまあ論文の問題って多々あるんですよなので基本的には私の中ではあの予習をするっていうのはとりあえず目を通してできるかできないかのし別をするっていうのがまず一番のところなのでで,できそうな問題はやってみるで,できなさそうな問題はもう15分ほど考えて、えー、これちょっと無理だねって思ったら もうとりあえず、あの、人物関係図書いて、え、なんとなく、あの、話を聞いて、あの、この問題だねっていうふうに分かるような状態にしておけば、全然それで足りるかと思います。で、だんだんそれがね、できる問題増えていくんですよ。あの、一番最初はまだね、え、なんか、答案のストックみたいなのがあまりないから、まあ、実際やってみても、あさっての方向行っちゃったりするけど、だんだん問題数こなしていくと、あの問題の類題だみたいな形だったりとか、まあ、え、なんか、前にやった問題、 のなんか焼き直しだななみたいののが結構出てくるので、まあ、その辺りのところはあまりなんか几帳面というか神経質にならないというのが一つコツかと思いますので一、まあ、つの目安はもう15分です15分以上一問にかけないであの一応例外は <laughs> 1個だけあって あの15分書いて立ててみたんだけどちょっと調べれば何かこれ覚え思い出せるなみたいなやつとか何かありますよね何かこの規範忘れちゃったからちょっと何か見たらあのなんか探したら見つかるかなみたいにまあちょっとした記憶の引き出しがあればこれ何か書けそうだなみたいなものについてはある程度食らいついてもいいかなと思うんだけども基本そういう特別の事情がなければもう15分かけて考えたらその時点で終了っていう感じしちゃっていいと思いますなんでかっていうと実際皆さんが試験を解く時に15分以上答案構成書けるってのは基本的に遅いので。 えー、ということはまあ大体15分の中で、えー、こんな感じかなっていうのをどんどん次々やっていくとそうするとまあ大体1週間で、えー、大体15問、えー、ぐらいです平均するとえーまあ、講義としては生,生とかズームで受けられている方は通学ズームで受けられている方はまあ1週間中2回の講義になるので、まあ、大体アベレージで15問前後出す,出すことになりますから、まあ、そうすると 大体まあ予習時間としてはまあ1回の講義で大体いい2時間以内に収まるように、えー、予習はまとまってると思うので大体、えー、いいそのぐらいの時間をちょっと取っていただいて、えー、まあそれぞれの問題を書くとだじゃちょっとあれなんですけど一番最,最悪っつってはいけないけど一番多分学習効果が薄いのがあのとりあえず来て問題開いていきなり見てどんな問題だろうって読み始めると、えー、多分まあなんかあれ,あれこれ今から読み始めたら何のこっち,ゃみたいになっちゃうのでとりあえずあの問題文の中身だけ理解しておく。 とといいいうことだけはまあしておくといいですでそうするとまあ例年の受講生の方も,、ね、もう時間がなかったりとか結構予習が回らないっていう方も一応話を聞いてるとそれだけだったらとりあえず30分で終わるみたいなのであのとりあえずそのもあの指定された問題について問題読んで、えー、それであの例えば人物関係図書けるものを書いておくみたいなねその準備だけしておくといいと思います。<laughs> で基本、あの講義の中では、まあ、今日、早速1問目やっていきますけれども、えー、講義の方を進めていってで復習に関しては基本的にあの答案構成を再現できるかどうかということに尽きるので、えー、実際に、まあえー、講義の中で出てきたものを例えばまあ真っ白な状態というのかな。 一回白い状態で見て自分の中で答案の流れですね答案の構成の流れみたいなものがまあ再現できるかで再現できなかったらまあ版書であったりとかまあレジュメっていうのかな PDF アップされたレジュメを見て自分の中でこういう筋道だっていうことをまあ暗記というよりは まあ、あの言ってみれば、自分の中でこういう風うな筋道を立てるんだってことが説明できるかどうかっていうところをまあ、しっかりあのストックかけていただければと思います。で、これはあの通常の講義と同様にまあ、ある程度ね。あの復習の方に時間をかけていくべきっていうことになると思います。あの予習についてはもうわからないものは仕方ないけれども、まあ。まあの復習に関しては一回やったものをもう一回、自分でもう血肉にするっていう作業になるので、まあ,ある意味。まあ、論文とは言っても。 この答案構成を増やしていくというのは、あるってインプットみたいなところがありますから。まあ、例えば、なんか数学でいうところの定積問題みたいなもんなんで。あの問題を見たときに、まあ、こういうふうな筋道の流れになるんだなっていうのを、あ、る程度問題文ごとにストックしていくっていうな。まあ、そういうような形でしておくといいと思います。あの、すごい楽なのは、最終的には、この答案構成立てたものを。例えば、まあ、もあの、最終的には持ち歩くなり。あの、まあ、携帯するなりして、問題見て、右見て。それで、まあ、大体こういう筋道だなっていうものを、まあ、繰り返しやっていく中で、大体問題っていうのが、なんかだんだん。 一般化されていくっていう。まあイメージだと思います。では、えっ、ー、と。実際まあそんな感じで進めていって。あとはまあ答案を作るべきものっていうのかな。まあ、重要度の高い問題については、まあ、これは答案書いた方がいいよ。ってものは一応指定をしますので、まあ、そあの最初の段階ではそれに限っていいかなと思います。あの正直ね。あの全部の問題に答案を書くっていうのはやっぱりあ,あまり。 あの合理性はないかなと思っていてまあ特にあのこれからまあ論文対策をこれからも始めるという前提でいけばもう1週間で2通ぐらいの答案をかけていればもう十分なんですよねその例えば、直前期とかねまあ例えば本番に向けて直前期になってきたらもうできるだけね初見の問題をガリ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 書くという形になるけれどもまあ今の段階、まず答案構成をストックする段階というのはまずはしっかりとその正しい考え方で正しい考え方であったりとか論文の,その筋道のをまず身につけるというのが一番最初になってきます。 であとはそれが身に,つけてい身につけていく中で実際に書くっていう作業をまあ一部取り入れていくでだんだんその書く作業の方にどんどん配分を上げていくっていう感じになっていくので、まあ、特に最初ね、えー、一番最初の段階ではまあ2問ないし3問ぐらい、まあ、お多くてもまあ3問かなっていう気がしますけれども、まあ、大体私の方もまあ問題文指定するにあたっては、まあ、大体1週間のまあベースの中でまあ多,くあ多くても3問ぐらいかな。 ぐらいの感じで一応問題の方は指定します。なので、こちらの方はまあ,ある程度、えー、まあ優先順位としては、当案構成の復習が終わった後に、少し余力があったら、ぜひ当案として作成してみると、まあ、いうことをしていただければと思います。では、それでは、ねえー、早速あの進めていきますけれども、ちょっと前振りがちょっと長くなりましたが、えー、と今日の方ですけど、問題としては、えー、と第3問、これをまず最初にやります。で第3問を扱っていきますので、えー、最初にそこから進めていきます。 でまあ、最初なんでね、えー、一応どういうふうにまあね考えていくのかみたいなのも含めて、えー、ちょっとやっていきましょう <laughs>、はい、でまずあの問題としてはこういうふうな形でね、まあ、A は代理人 C を通して B から土地を購入したが A はじ、えー、自己名義にするのを嫌って、えー、C 名義に移転登記をしてそのまま数年を経たと。 でその後、えー、C は D から借金をし、えー、その土地に定当権を設定した、えー、右、借入金の債務不履行のため、えーまあ、土地は競売され、まあ、E が経落したとで E は、えー、所有権を取得できるかというのが、まあ、1問目ということになります。 でこれについて問題を立てていくということになりますがでまずまあ一番最初にやるべきことは何かといったらまずこれをさパッとあの、まあ、国語として読んでいくというのは難しいところがありますからまずはまあ人物関係図をしっかり立てていく。とあとははもう一つは あの聞かかれてることは何かです、まあ、問いに答えるということになりますからいい場所有権を取得できるかということですからまあこれに対して答えるということをまあ,ある程度前提に見ていくことになるそうするとまあ実際にまあ図についてはまあ色々と人によって変わるとは思うんですけれどもまあ例えば今回問題文に書かれているところはまあ A は代理人 C を通じて B から土地を購入したということになりますからそうするとまあ A がまあまあ C を通じてまあ C は代理人ということですね。 C は,えー、C は代理人ってことになりますから、まあ、代理人 C を通じて、まあ、土地を買ったと。ということはまあ B がいて、まあ、B から土地を購入したと。今回、だからまあこの A が本人で、まあ、B が代理人ってことで、まあ、代理権が授与されているって感じかなこういう感じですね、えー B。B から土地を購入したっていうことになります。で,で A は自己名義にするのを嫌って C 名義に移転登記をしていたと。 とということは投機、まあ、名義は C のもとに置かれているという状況、ね、でそのまま数年を経ったと、えー、その後 C は D から借金をしてでその土地に定当権をつけましたということは、まあ、なんか C が投機、ねまあ、名義が C のところにあるから、まあ、こんな感じですかね、まあ、貸金債権、えー、お金を借りていてでしかもこれ、えー、定当権つけてます、えー、この不動産について、まあ、一応定当権がついていると。 まあこんな状況ですね、えー、ちょっとまあ複雑な図になってますけれども、えー、まずはえ分かっていることをまあ見ていくと、えー、こんな感じですね、まあ、A と B、A、B、C の3人がまず出てきて、まあ、A は代理人 C を通じて、B から土地を買ったとでで、その代わり A は自己名義にするのを嫌っていたから、まあ、C 名義に移転登記をして、そのまま数年を経ている、でそして C が借金しているということですね。 C が D から借金してその旨の定当権を設定したでその後、借入金債務が不履行だったためその土地が競売されて E が経落したということですからこの定当権が実行されたと実行されてその結果 E が経落したという問題ですね。 でこの E が経落して、まあ、E が所有権を取得できるのかというのがまあ、ねえー、出発点ということになります。でそうするとまず、えま、ー、とまず E が所有権を取得できるかという話なんですがまず、えーと、一応この問題の所在というものをまず、ね、確認する前にまず法律関係を整理しておきましょうまずこの A は代理人 C を通じて B から土地を買ったとっいうことは、まあ、特段これ代理行為としては問題ないという前提だよね。と、えー、ということは、えー この売買契約っていうものは C が代理人として行ってますからまあ一般的には有権代理行為なわけですよ。99条1項のまあ要件を満たしているという前提になるでしょうからまあ有権代理にはなってるあ。あということは有権代理の効果っていうのは民法の99条ね。つまり 代理人が行った代理行為が有権代理だった場合には本人に効果帰属することになりますからそうするともともとあったこの B の土地所有権っていうのはもちろんこれは A に問題なく移転しますよねこの所有権もともと B が所有だった土地ですよね B が所有だった土地をまあ BC 間の,、まあその A の代理人 B を通じた売買によって B は売ったわけですよねそうすると売買契約の効果っていうのは A に帰属します、えー、効果帰属属ししまますす効果確認ですけれども、売買契約の効果って何だったでしょうという話ね、えー、売買契約の効果は、えーまあ、物件の変動原因であり、債権の発生原因です。ということは、今回は、えー、売買契約によって、まあ、有効に効果帰属したということは、もともとは B が所有だった土地が有効に A に移転したということになります。いいね えまあ、流れとしてはもともと B の所有の土地だったんだけれども、えー、この有効な代理行為つまり有権代理によって、えー、この売買契約の効果は A に帰属しますからそうするとまあ B の所有権は A に移転することになりますわね。ということはまあ今の状態を見るとこの C の登記というのは不実登記ということになりそうですね。 もともとは有権代理によって A が所有権を取得してますから、そうするとまあこの C 名義の登記っていうのは不実登記になっているっていうのが一応まずこのまあ問題をまずとっかかりの前にちょっと交通整理としてあの頭の中でまああの前提として考えていく必要があるかなと思います。で、じゃその上でじゃちょっとそ,そこら辺のところはまたねあの追って確認していきますけれども、じゃその上で A が所有権しとあいいか I、e、が所有権を取得できるかっていうことだけど I、e、としてはまず何をこれ主張するかですよね。I、えー e、は 所有権を得られるかっていうのかすごいオープンな問題になっているけれどもこの手の問題出てきたらまず必ず当事者の主張ですつまり A は所有権取得できるかっていうことは E としては何を理由に所有権を主張してますかってことですということはもうあとはこれ生の事実で考えてくださいもう E の所有権取得原因事実はえ定等権の実行によよる落ですよねえつまり定当権が実行されて自分が契約したから私が所有者なんだっていう主張になるということはえ前提としてえこの E の主張の骨子っていうのは D の定当権がまあそもそもいわゆる有効な定当権だってことですね D による定当権が有効な定当権でその定当権の実行によって自分が経絡したんだっていう主張になりますで特にこれ厳密に言うとねいろいろとあるんだけれどもまず一般的には所有権の取得原因で一番最初に考えるものは承継取得です え例えばこの場合 E が所有権を得たってことはもう何かしらによって承継取得したって考えるのが一般的ですからそうするとまずは D の定当権が有効であることを前提に D の定当権が実行されて自分が買い受けたんだってことをまず主張するってことになるでこの主張が認められるならば E は所有権を主張できるってことになりますよねでまずそこが一発目ですそうするとまあすごいざっくりした感じになりますけれどもそうすると結局 E の所有権っていうのが認められるかどうかについては やっぱりまず所有権をの取得原因を考えていくわけですよ。で特にあの、まあ、民法の問題、特に事例問題だと、もうとにかくある程度考え方の筋じみして決まってきますから、まずは当事者の生の主張です。えー、当事者が所有権をどういうふうに主張するのかということを、まあ、E の立場に立ってまず考えましょう。そうすると、はい、D の、えー、定当権設定、まあ、D にしましょうか。 D に定当権が設定されてでその定当権が実行によって経落したと。ということになります、ね。ということになります。そうすると、まあ、D の定当権があってでその定当権が有効であることを前提に、えー、自分はそれを経落したんだという主張になるはずです。 じゃあ、これが認められるかって話になるんだけれども、先ほど触れた通り、D の定当権が適法かどうかってことを考えると、D は、あくまでもなんかね、この D の定当権がね、有効かどうかってことが問題になるんだけれども、ただ、先ほど触れた通り、設定者 C は無権利者です。いいですね。これについては、D の定当権が適法かどうかってことを考えていきたいんだけれども、ただ、定当権の設定者 C っていうのは、 まあ土地について無権利なんですよねえ無権利になります。でまあ理由としてはちゃんと触れていきたいのが結局は有権代理構成から考えるとその99条1項でえ所有権は A に帰属してます。無権利者ってことになります。 これはさっき触れたこの話ですね。ということは、従って D の定当権というのは、これは有効じゃないということになります。D の定当権では有効ではない。従って E が所有権を取得できるかっていうことに関しては原則としてだめだっていうことだよね。あまあ、原則×にしたとくか、えー、原則として認められないよってことになるかと思います。 えまずこの一番最初の話ね、えー、少しちょっと説明もう一回補足しておくと、まあ、E が所有権を取得できるかってことだからの、まあ e、の主張すする所有権の取得原因をままず整理しますでその時に D の定当権がまあ有効であるってことを前提にその定当権の実行で経絡をしたということだから、まあ、D の定当権が有効ならば、まあ、E は所有権取得できるってことになりそうなんだよね。 でただ、えー、先ほど検討したとおり、えーまあ、C というのはこれは土地について無権利者ということになります、えーまあ、繰り返しになるけれどもあくまでも有権代理ということですから、えー、この売買契約の効果は A に帰属するので所有者は A なわけですよそうすると、まあ、C については定当権設定権限がないね、えー、つまり土地所有権持ってませんから、えー、C は定当権設定権限がないわけだからこの定当権というのは、まあ、原則無効ですとで。無効になるから、てあの まあ、e の定当権が無効である以上、えー、所有権は得られませんということがまず最初ですよね。であとはまあこれで終わりっていきたくなるんだけれどもあのただこの時にまあよくよく出てくるのは D はどうしてじゃあこれ定当権設定登記したんですかって話です、まあ、原則としてはあの、まあ、C は無権利者だから得られないんだけどただここに登記があるんですよね、まあ、A による不実登記があると A による不実登記がある。 で実際に、まあ、D としては C が所有権登記があるから C が所有者だと信じて買ったものと考えられますでただこれはもうなんか決まり文句ですよね、えー、C が所有者であると信じたとしても登記に更新力ありませんからね、えー、仮に登記を信じたとしてもその通り、えー、信じた通りの権利が認められるわけではないですから、えーまあ、原則としてはやっぱり無理なんですよねつまり、まあ、C には C の所有権登記がついてます。でただこの C の所有権登記っていうのはまあ不実登記ですよね。ということは登記に更新力はないのでやはり原則としては D の権利取得はできませんということになります。 でここまで、あのまずは、ね、あのしっかり押さえておいてほしいんですがじゃあただ、その一方で当期に更新力がないと言われたら、まあ、なんとなくすぐ出てきてほしいものが、えー、ただし、当期を信じて取引関係に入ってきたわけだから、まあ、原則としては当期に更新力はないとしてもその党規を信じた第三者を保護するべく94条2項の累積適用によって D が保護されないかという話です。 で、もし仮にこれが D が保護されるんだったら、えー、その D が保護されれば D は信じた通りの権利取得できるわけだから、えー、D は94条2項の累推適用によって抵等権取得できますから、で、抵等権が取得できれば買い受け人はその所有権を得られることになるね。なので、流れとしてはこの原則論を書いて例外っていう流れになると思います。えー、つまり、登記に更新力はないって、まあなんかこのくだりね。このくだりが出てくれば、あとは94条2項累推適用論です。 で最初になんかパッケージでなんかって言ったけどこの、ね、原則、権利は取得できないけれども登記、まあ、を信じているという事情がありますからそうするとまあ原則論としては、えー、まあ実体的な権利は認められないし登記に更新力はないから原則ダメなんだけれども登記、まあ、を信じたという事情から、まあ、94条2項の類推による保護ができないかという問題になってきます。ももしちょっと話の筋道先にやっちゃうけれども えではこの94条2項による保護が認められた場合は D が定当権をまあ適法に得られますそうすればあとは E はそれを競売で計落したってことになるわけだよねじゃあこの時にじゃあ書き方練習しましょう94条2項の典型問題ですえまず書き方のまあ筋道もう一回確認ねまず類推適用をやるときには直接適用できないことを必ず書いてくださいえ今回は <laughs> えっと まあ見ると、ですね特に、えー、と A と C との間で、えー、特に通報がありませんよね。えーまあ言っ,てみたらい言ってみたらこれ問題文の中でははっきり書いてないけれども A は自己名義にするのを嫌って C 名義に移転登記をしているということは問題としてはまあちょっと不十分かなというところもあるんだけれども少なくともなんか A と C との間で何か通報があるわけではなくて A が勝手に C 名義に登記しているだけと考えられます。 とということは94条1項の通報がないからそもそも94条2項の直接適用はできないということはまず書くべきだよね。でただ直接適用はできないとしても類推適用の書き方ってもうないまず直接適用できないことそしてじゃあ94条2項が趣旨は何なのかってことだよねじゃあ94条2項の趣旨は何かっていったら権利外観法律ですよね、えー、本人の奇跡性まず、あま、順番で言うとこの権利外観法律っていうのはまず虚偽の外観があるとで虚偽の外観について本人に奇跡性がある。 そそしてその本人の奇跡性の下で虚偽の外観が作られてそれを第三者が信じた場合には信じた通りの権利取得を認めましょうというのが権利外観法律なわけですよということは94条2項の直接適用ができない場面でもその94条2項の趣旨が当てはまるんだったらまあ同じ結論を導いていいだろうということをまずしっかり示すわけですよそしたらあとは今回本人と本人というのは A でしょじゃあ A の奇跡性はありますかってことをまあ見ていくと、まあ、A の奇跡性っていうのは まあ自己名義にするのを嫌って勝手に移転登記をしているということになりますからまあ無断で移転登記しているということからまあ本人の奇責性はありますしあとは虚偽の外観については最初に本当は虚偽の外観から見ていくとまあ不実登記がありますからえいいですよねえよえ C 名義の所有権登記がありますからまずはあの順番で言うと論理的には虚偽の外観を書くんだろうねまあ虚偽の外観があってそれについて本人に奇責性があってそれを第三者が信じたって順番だろうね。 そうするとまあ虚偽の外観は C 名義の登記があるでその C 名義の登記を作ったことは A が勝手にやったことだから、えー、それについては本人の軌跡性があるであとは第三者の信頼なんだけどここは復習になりますので忘れてる方はもう一回94条2項の累積適用において第三者は善意なのか善意無過失なのかという話ですでこれは94条2項のみが適用されるときには善意のみとなれるよね でただし94条2項と110条が累積適用されるときにはえ善意無過失まで要求しますでこの違いどこにあったかっていうと本人の奇跡性が大きいか小さいかっていう形ですよねつまり本人の奇跡性が大きい場合には第三者保護の必要性が高いから本人の奇跡性が大きい場合にはもう第三者は善意のみで足りるんですよ ただ本人の奇跡性がそこまで大きくない、まあ、本人にもまある程度なんか,かわいそうなところがあるなと本人の奇跡性が大きくない場合にはやっぱり本人保護の必要性もあるから第三者を保護するためには全員無過失まで要求しますでじゃあこの区役ってどこで考えるかというと医師外形対応か医師外形非対応かがちょうど分水例になるんでしょじゃあ今回の問題はじゃあ医師外形対応型かどうかってことを見るわけですよね そうすると、まあ、実際、これ書き方のコツがあって、まあ、虚偽の外観、本人の奇跡性があるでしょで本人の奇跡性のところで意思外形対応型非対応応型型非が認定しちゃうんですよ例えば今回の問題であれば虚偽の外観がまず作られてますでこの虚偽の外観について A 自らが勝手に登記を移しているから本人に奇跡性があるでそしてこの本人の奇跡性はその外要するに作出された外観通りの意思でやってるよねつまり、意思外形対応型になっているとその通りになっているわけでしょ。 ということは、医師外形対応型なら本人の奇跡性はあってかつ大きいんだよね。ということは、第三者は善意であれば保護される。っていう話を持っていけば書きやすいかと思う。そうすると今回は、じゃあ D が善意ならば OK。っていう結論になる。で、本来まあ予備試験とかロースクールの問題だったら、ここで D が善意なのかとか書いてあったりするんだけど、まあ、今回はまあ問題見る限り D が何者かはようわからんと。 D が何者かはよう分かりませんからそうすると D が言ってみれば善意ならば保護されて D が善意じゃなければちょっとこれ94条2項で保護されるのはしんどいなって話になってくるじゃあ一応そこまでちょっと簡単に確認すると直接適用できませんということとできないっていうことと94条2項の趣旨書いていわゆるこれ権利外観法律ですよね まあこれ本当に簡単にまとめていきます。権利外観法に書いてであとは妥当するかの順番ということになりますわねでちなみにこの権利外観法理とかは、ね、あのしっかり確認しておいてねでそうするとまあ類推適用ができあの検討するにあたってはまあ直接適用できないのはこれはまあ AC に通報がないからですよね AC に通報ありませんから、えー、直接適用できない。で、あとは、じゃあ94条2項の趣旨っていうのが権利外観法にで妥当するか。そしたら、まあ、あとは、えー、これ一個一個やっていきましょう。えー、虚偽の外観。まあ、この辺、もし、あの、 今日の講義の最初でも言ったけど、結構書く量は結構バーッと書いちゃうので、あの、もし仮にですね、あの、書くのが結構しんどかったら、まあ、とりあえずまあ理解しちゃって、後でまあ,あ、ウェブで PDF から落としてもらえれば、あの、これ自体がそのままね、あの見れますので。で、虚偽の外観については、まあ、これは、あの、実際当てはめをしていくことになりますけれども、まあ、C 名義の登記があると。そして、えー、本人の軌跡性。 本人の奇跡性については C に無断でやってます、C、に無断でやってるっていうことにまあ勝手にやってるってことに当然 A の奇跡性は見いだせてかつそこでちゃんと書いておきたいのが医師外形対応型だよってことですよね。医師外形対応型になっているからそうすると奇跡性の程度は大きいと。 奇跡性の程度が大きいということは、まあ、今回 D の信頼については、まあ、さっき言われた通りこの奇跡性が大きい意思外形対応型であるということは D が OK と、まあ、いうことになると思います。まあ、とにかくここはあのしっかりかけてほしいかなというところで。 まあこういうい感じですよね、えー、しっかり具体的な当てはめってのをしていくことになるということになります。まあ、実際試験で書くんだったらここ流れがもうしっかりくあの決まってるところなんで、えー、直接適用ができないということを前提に、まあ、94条2項の趣旨が権利外観法理にあることを示してあとは趣旨が妥当するかどうかをまあ具体的に検討していけばいいということになります。 まあ具体的に当てはめってことになりますが、そうするとまあ今回の問題はまあこのまあ D が善意かどうかっていうことで決まってきますということですね。えっ、ー、と一応これは奇跡性が大きいのでまあ一応これは。 94条2項の累推の問題ににななるとということになります、えっと、ちなみにこれもし仮に、えー、医師がい非対応型だった場合には、えー、D は善意無過失まで要求されるっていうことはまあ,あの必要になりますけれども、まあ、今回はまあいいんじゃない善意で足りんじゃないってことそうするとあとはもう場合分けになってきます、えー、D が善意ならば、えー、D が善意の場合であれば、はい、E の所有権は認められる。 いい、e、の所有権問題なく認められます。ということですね。あの普通にあの承継取得しますね、これね、えーと。いわゆる経絡によって承継取得します。ということです。 じゃあ問題になるのは、あれなんですよ、D が悪意だった場合なんです、じゃあ、これでなんか終わりますかって話なんですよ。えー、なんか一見すると D が悪意で終わりそうだっていう、えー、ところも考えられなくはないんだけれども、ただ、今回の事例って考えてみたら、要するに A が所有者で C が登記名義人でしょ まあ、D が定当権つけてるわけだけれども、まあ、定当権っていうのは実質的になんか D が定当権つけてるけれども定答権のっていうのはまあ実質的にまあ交換価値の把握ってことになるから事案としてはこういう事案に近いんですよね。つまりこんな感じです。 えまあ事案としては、この D が定当権者で経約人って感じになります、そうすると、A か C との間で、こういう、実際には通報、虚偽表示はしてないけれども、実際に所有者が A なところ、C の虚偽登記があって、この虚偽登記を信じて D が定当権つけて、その定当権を E が経約したって話になります、でそうすると、仮にこれ、D が悪意だったとしても、これさ、E って、転得者で保護される可能性あるからね、いいですよね。 あのまあ、一般的に、まあ、あの話としてあれですよ、ね、この94条2項の類推論というのは転徳者絡む場合には、まあ、そもそもこれ念のためちょっと触れとくとこっちの事例も例えば E が全悪意関係ないですあの絶対的構成を取るから、まあ、D がもう善意であるならばこの時点でまあ絶対的構成になりますから、えー、絶対的構成を取ることになるのでそうすると E というのはまあ別に E の主観関係なしです。 まあこの辺もちょょっとおおさらいししておきましょうねあの94条2項の類推論だったら、まあ、さっきのよう言う、まあ、A から AC、まあ、今回 D が DE っていう形で、まあ、ここでもうこれ94条2項が適用されちゃいますから、まあ、94条2項が適用されちゃいますからこのまま絶対的構成になるよね。えー、ということになりますから、えー、そうするとまあ D がまあ定当権を確定的に取得しますから。 D が定等権を確定的に取得しますから E はそれを問題なく契約、えー、によって取得したというふうにしてしまえばいいので、まあ、別にこれは問題なく D はいけちゃうわけですね。だから仮に E が悪意だっていいということになります。じゃあそれ,とそれが頭に浮かんじゃえばこれ場合分けで D が善意だった場合だけど D が悪意だった場合やればいいんでしょ。D が悪意だった場合どうなるかってことをまあ検討すればいいんでしょ。 そしたらあとはちょっとこっちに戻るけれどもこの話って覚えてます転者者が94条2項の第三者に当たるかって議論。そしたら転得者だって結局はその保護の必要性があるわけだから、えー、保護の必要性があるわけだからそうすると転得者も94条2項の第三者に当たりますって話になるよね。とするとまあ悪意になったとしてもまあいいっていうのはまあ転得者です。 この辺のところはまあ特にチェックシートとかも含めてあのこういう議論あったなっていうところは確認しておいてください。そうすると E がこの人も94条2項の第三者に当たるとまあいうのがまあ判例の立場ですからじゃ E が善意ならば E は保護されますとまあいう話まで持っていいないということは。 まあ e、が善意であれば、OK、だとと、まあ、いうことになっ一応なんか今日の一発目の問題まだちょっと続きがあるんだけどあの実際にこれをなんかあの実際の答案でパーッとこれは想起させていくっていうのが 一応まあ一つの目標ってことになりますだから最初の段階でまあ筋道としては一番最初まあ94条2項の類推論の問題なんだけれどもまず一番最初に定当権者 D がまず94条2項で保護されるかが出発点ですあの E としては別に自分が第三者なんて主張しないからもう D の定当権で実行されたから私のもんだっていうわけだからそもそも D が適法な定当権を持ってればいいわけでしょだからまず出発点は D が保護されるかって議論になるわけですよで D が保護されるってことになるのでまあこ,れこれで えーまあ、D が保護されるかどうかは、まあ、D が善意かそれか否、e、かで決まってくるで D が善意ならばいわゆるまあ承継取得的な問題になってきますから、えー、まあいけるよねって話になるで、まあ、D が悪意だったら、えー、この今度は E が善意であれば OK ってことになりますでただで、ね、ここから先これここまで書ければまあ8割が大丈夫なんですが、まあ、今日は1回目のまあ講義になるので、えー、ちょっと答案書くときに気をつけてほしいことがあって特に あの論文書くときに善意悪意って言われたとこ必ずあの何についてのを書いてくださいあのいいですねこれあのよくね D が善意なら OK って今私はねあいかにもで書いてるけれどもあの一応ねあの善意か悪意かについてき気をつけてほしいことがあってまず時期と対象と程度ですつまりいつの時点で何についての善意なのかですであともう一個程度っていうのは今回問題にならないけれども 一般的に即時取得だったら信じて疑わないことが必要なんでしょ。まあ、即時時取取得得ととか効だっったら信信じてて疑疑わななないことが必要になって半信半疑悪意に半半悪りますよ、ね、で、まあ、今回94条2項だったら端的に知ってるか知らないかでしょ。ということはまあ善意っていうふうに言っても要するに知ってるか知らないかっていうレベルの話をしてるのか信じて疑わないか否かの話をしてるのかっていうのも違ってくるからあのこれはもうなんかね論文書く時の習慣なのよ。 もう善意悪意なんて言葉が出てきたらもうすぐにそこは意識してみてくださいあのだから答案書くときに D が善意ならばって答案見るとああってなるんでねあのいつ何に対しての善意かっていうことです今回はそうすると今回はこれ例えばこの上も善意って書いたけれどもこれは定当権設定当時 C が所有者であることについて善意ってことですあっ違う違う所有者でないことについて善意だねこれはねこっちの方は、ね、ここ結構重要だったりします シューと何気にこっちのほうに左になんか訳あり気に空いてたそういう感じだったんですけどあの要は定当権設定当時に C が無権利者であることについてです。 ということになります、まあ、ここはこの善意の対象、まあ、今回は知ってるか知らないかってことになりますよね無権利であることにつき知らないってことですということですということはこちらもしっかり整理しておきたかったのはこっちの悪意もちょっと違うよってことになりますこの転得者 E の善意っていうのも変わってきますつまりこれは あのおそらくは権利を取得した時だから経落時に D が低当権者でないことにつき悪意です。あ善意ですごめんなさい、えー、つまりこれ E が経落した時点で要はこれねこの,この人が94条2項の第三者が含まれるということはこれ信頼の対象は何かというと D が要するに低当権者じゃなかったんでしょう。 ね、D が低等権者なかったということですから、この契約した当時、D が低等権者じゃなかったということについて、善意であれば OK ということになるのであの、ここはだから善意の対象と時期が違ってくるので、書くにあたっては、善意って言われるときには、契、え、落、ー、時ですね。 という感じになりますからまあここはぜひちょっとあの違いみたいなところをえ押さえておいていただければ <laughs> と思いますま。一応、転読者の議論みたいなのがちょっと入ってくるのでちょっと複雑ではあるんですけれども基本的にはこういうふうに考えていけばいいということになります。では実際、1問やりましたけれどもまあ復習するにあたっては今言ったあたりの筋道をまあ自分の中でまあ問題を見てこれ書いてみてでそれをまあ書けるという状態をとにかく積み上げていくと。 まあいうところになると思いますので、まずはまあこの第3問についてはねあの94条2項に関する重要問題ということになりますのでしっかり確認していきましょうでは今日ですね第4問の、えー、ちょっとあの冒頭というかねあの1問目までやっちゃいますじゃあまあ一緒にちょっと一緒にやってみましょうじゃあ今度はちょっと事例ちょっと長いですけども今日は初回なので一緒に考えていきましょう、はい、ではいきます。<laughs> はい えとまず A は B 所有名義で登記されている建物をまあ B から賃借して引き渡しを受け本件建物で店舗を営んでいるまあとりあえずなんか B の建物で A は借りていますで A は賃借にあたって B に敷金を支払い賃料も B に遅滞なく支払ってきたでところがまあ本件建物は真実は B の配偶者である C の所有でありまあ本当は C の建物だったということです。ねでただ C が B に対して B の物上保証人として本件、建物に定当権を設定する代理権を付与し、登記に必要な書類を交付したところ、B が C に無断で勝手に所有権登記を経由した上 A に賃貸したものであったという事案です、つまり事実関係としてはとりあえず B の所有の建物を A が借りてたという状態ですね、A が借りてたんだけれども、実際は配偶者である C のものということになります。 ではまずちょっとここまでの事実関係簡単にあの答案の,あの人物関係図書きます。で人物関係図はあのできるだけすらすら書けるようにもう練習をあのやるといいです。あの特にあの復習するときも人物関係図をぱっぱぱって書く練習は結構ねあの有効なので、えー、まあ今回だったらまあこれ配偶者 C が所有者でしょでどうやら B が A との間でまあ賃貸借を結んでいるということですね。でまあ実際にはえーと まあ B 名義の登記がこう所有権登記があってこう賃貸していたというまあこういう状況になってます。で一応まあそうするとこれっていうのはあれかなあの他人物賃貸借になっているっていう状況になってますね。実際に所有者は C でえまあ所有者は C で B が勝手に A に貸しちゃってるっていう状態になってます。ででこれ結構ね間違いやすいところにはなるのでえちょっと触れておくとこれ B はまずね。 あのよくこの問題見たときに結構間違いやすいのはんかこれパッと見たときにおなんか無権代理じゃねえのみたいなねあの、まあ、そんな感じで、えー、考えちゃう人もいる,いるかもしれないんでちょっと触れとくと確かにこれね一番最初これ見るとこれ配偶者の C が B に対して抵当権つける代理権を付与したところってあるからなんとなくあれだよねあの勉強しているとさあの110条の問題っぽくも見えるんですよ。 もともとはなんか C が B に対して代理権を付与して実際登記の書類を渡してそれでその B が A に貸してるからいわゆる権限外の代理行為のように見えるんだけれどもただこれ、慣れないと結構引っかかっちゃうんですよ。別に B は代理人として A に貸してるわけじゃないからね少なくとも無権代理っていうのは代理人として実際に権限外の行為を行っている場合です。ですが今回これ見る限り 普通にあの A っていうのはただ貸してるだけですよね。いいですよね。A は B 所有名義で登記されている建物を B から借りて引き渡しを受けている。で、まあその下の五行目のところも書いてあるけど、B が C に無断で所有権登記を移して A に賃貸しているってことは、この B としては自分の名前で貸してます。いいですよね。例えばこれが。 C の代理人として賃貸借をやってるんだったらこれは無権代理の問題ですただ今回懸命してるわけではないですから普通にこれは自分の名前でやってますここ結構間違えちゃうところなんで一応最初出発点だけ懸命なしですまあ言い換えれば B は事故の名で賃貸してますということはこれは あのこの賃貸借というのはあの無権代理行為として行われているものではなくて、えー、他人物賃貸何で,、まあ、で私、今これを言っているかというとです、ね、この問題、えー、と司法試験の、えー、平成18年の問題ということになるんだけれどもあのちょっと勘違いしちゃうと例えばここでさ BC が夫婦だったりするじゃないですか。いいですね えー、BC が、まあ、夫婦だったりしていてでしかもなんか代理権として、えー、定等権設定の代理権を与えたりしてるから、まあ、言ってみればなんかこれが無権代理行為で、えー、表権代理の問題になるんじゃないかというね。 えーまあ、そういうふうに考えちゃう人もいるんですよ、これ実,はで実はそう考えちゃうとこれあの問題としてはガラッと、ね、あの180度違うという,180度というか、ね、あの筋道としていきなり出発点間違えちゃうことになるので、えーまあ、実際、これちょっとやってみるとです、ねえー、問題としてはここううういうことでしょう A が本件建物を賃借してから1年後に A はその事実を知った C から本件建物の明け渡しを請求されたわけです。まあまあ、C としししてては、ねえー、明け渡しを請求してきた A は C に対してどのような主張をすることが考えられるかという問題です。じゃあ、そうすると実際、過去1番は,、えー、これは明け渡し請求してきたわけですけれども基本的にはこういうふうに問題を見ていただけると、まあ、A はどんな主張をすることが考えられるかという場合にはまずはあの主張反論の組み立てをしっかりしていきます。まず A は C から本件建物の明け渡し請求されたということですが、まあ、C がまず A に対して明け渡し請求したでその請求している根拠は何だろうということです、ま、ず出発点は、ね、そうするとまあ C は A に対して明け渡し請求しているわけだけれどもこれはまあ C が所有者ですからね、えー、所有権に基づいて明け渡し請求をしていると、まあ、まずは C から A に対しては まあ所有権に基づいいてて明け渡しし請求がしていると。じゃあ A はこれに対して何か反論があるでしょうかって感じです。そしたら A としては何か主張したいことっていうのはとりあえず借りてるからっていうことですよね。まあ、実際これは建物ででしたっけ。そうですよね。えー、本件建物になんかこうやってなんか営んでるわけでしょ。ということは A としてみれば、えー、明け渡し請求をしてきた A に対してはこれ。あのー A が C に対する反論としてはどんな反論が考えるかと AB で賃貸借契約があるから明け渡しませんということですこれに対してはまあ主張の順番でいうとまず「有権限の公弁が出てきま,すま,あまあ C が A に対して何か出てけ」っていうふうに明け渡し請求をするわけだけれどもまあ,まあいいかな A としては C に対して、えー、実際に AB の賃貸借があるから占、えー、有権限の抗弁を主張したいけれども、まあ、先ほどと近いところがありますあの B は無権利者なんですよねただまあ例えば今回 B は勝手になんかやってるわけで賃貸借契約の締結権限は全くありませんからね、えー、賃貸借契約 の締結権限全くないから、まあ、C から明け渡し請求を通ったきに A としては、えー、私は B から借りてるんだというのが自然な主張だよねだからこの辺はな,んかなるべく、まあ、民法に限らず法律の,そのなんか論文得意になるポイントは結構生の事実考えるってことつまり C から出てけって言われた時にまず A としてはどういうことは考えますいや私借りてんですけどだよね え私借りてんですけどっていうのがまずあり得るそうするとそれっていうのはまあ AB 間の賃貸借契約に基づいた占有権限があるんだっていう主張になるはずですでただそれに対する再反論としてはいやいや B には締結権限ないんだからあなたに占有権限ありませんよっていうのがおそらく A と C の喧嘩としては出てくるはずなんで、ね、で、それをまずしっかりと、まあ、最初の前さばきっていうのかなそこのところしっかり押さえておくといいそうするとまあ B が無権利者ってことになりますからそうするとまあ賃貸借契約の締結権ないと えー、締結ないよねで締結権限がないっていうことであれば結局従って A の賃借権は認められないと。でこれがおそらく C から A の再反論として出るんですよこれがね。でこの内容っていうのが C から A のまあ再反論として出てくるという感じです。だからまあイメージとしてはこういうふういふに

でそうすると A が C に対して、えー、賃貸借に基づく占有権限の抗弁があるんだって主張するんだけれども当然これ C からすれば B は無権利者で契約転記がないから、まあ、A は賃借権を得られませんでもちろん、えー、ここで、まあ、なんとなく慣れてくると B が登記を持っているからといってそれは登記、えー、に更新力ないよねって話になってくるでしょそうすると、まあ、ここでは、まあ、結局、まあ、B の登記がついているとしてもね登記、えー、に更新力ないので ということはやっぱり原則通り A の権利取得はだめだって話になるわけですよ。とするともうなんとなくここで原則論は示されたわけですよ。まあ、であとはこれでまあ A が諦めるかどうかでしょう。A が諦めるかどうかでしょう。で,であとは要するに A にさらに再反論が出てくるかって問題になるけれどもそしたらもうなんとなくもう。 今日1回目でもうしっかりやっておきたいのはもう冬季を信じても更新力がない残念でしたって言ってるんだからもう94条2項類推適用で保護されるかかどううっってていう問題になってきます、えー、すると、まあ、今回の問題じゃあ A から C に対して再反論として考えられるのはやっぱりこれ冬季に更新力がないって言っても結局94条2項の類推だよね。 94条2項っていうのはあのここもちょっと民法の一発目だから今日復習になるけれども、94条2項の類数が認められたときには信じた通りの権利取得をしますからいいよね。94条2項っていうのは第三者の信頼の信じた通りの権利取得を認めるから94条2項が認められた場合には A は賃借権を得ますということだよね。A は賃借権を得るのでで当て大丈夫ってことになるってことだね。つまりこの保護っていうのは 信じた通りの権利取得です、えー、信じた通りの権利取得ということになりますからこれは、えー、A はこの場合もし勝てれば賃借権を得ます、えー、勝てれば A は賃借権を得ることができるんで、まあ、その場合にはあごめんなさい、えー、ふにゃっとちゃった、えー、A は明け渡しに応じる必要はなくなるよと、まあ、いう話になってくる、まあ、いいです、ね、ここまで じゃああとは今まで通りってことになりますから一緒に練習しましょうえっ、ー、とこれ94条2項の累積適用を認められるかですからまず直接適用できないことについて触れていきましょうそうすると今回本人に当たるのは配偶者 C ってことになりますから C と B との間に通報ないね BC 間に通報がないからまず94条2項の前提が書きますから直接適用できないじゃあ94条2項の趣旨をまず書きますこれは権利外観法理を示すでそしたら今回虚偽の外観は はい A、B 名義の所有権登記ですよね、A、B が要するに賃貸権限があるかのような所有権登記がある、まあ、つまり B が賃貸人として権限があると、まあ、要するに B の所有権名義の登記があれば、まあ、B があったかも、ね、賃貸権限あるかのようなそんな外観ができているでそれに対する C の軌跡性ってどこにあります、えー、それに対する C の軌跡性ってのはどこにありますか、えー、これはおそらくこのああごめんなさい えとちょっとページ戻りますけど C の奇跡性ってどこにあるかというとまあこれだよねなんか登記に必要な書類を付与したとつまり、定当権設定を依頼してえそのような必要な書類を渡してしまったことに奇跡性がある。ということはこの奇跡性というのは意思外形非対応だよねつまり C は B 名義の虚偽の所有権登記を作るという意思は持っていません。 あくまでも低当権をつけるために必要な書類を満全と渡しているだけなんだよね。で、特にこれ反例もありましたよね。当件に必要な書類を満全と渡していたら悪用されちゃったっていう場合には、それは言ってみれば本人にはその虚偽の外観を作する意思はなくて、それを結局悪用されちゃったっていう場合には本人の帰責性は意思外形非対応でちっちゃいんだよな。で、そうすると本人の帰責性が小さい時には第三者は善意無過失までいりますよってことをここで示せばいい。 あの書き方の流れとしてはそ,のそうすると今回は虚偽の外観がありましたで C の奇跡性というのは B に抵当権の必要な書類を渡しているということだからそこに奇跡性はあるけれども奇跡性は大きくないから A が善意無過失も要求するということになりますそうするとこの問題 A が善意無過失であるならば、まあ、その時はあれだよね 医師外形非対応型の場合には94条2項と110条の類推になりますから94条2項,2項と110条の類推で A が善意無過失ならばこれは保護されますよということが書ければ設問1は OK ということですでただもう1回ねあのそこで善意無過失ちゃんと書いてね賃貸借契約の締結当時に B が所有者であることを過失なく信じたとかあ 過失ななく知らかかったか今回ね普通の知らなかったってことだからこの善意無過失についてはきちんと AB 間で賃貸借契約を締結した当時 B が所有者じゃないこと C が B が所有者じゃないことについて過失なく知らなかった場合には94条に110条の累積適用によって A は信じた通りの権利取得ができてその結果 A は適法な賃借権を得るのでそれを C に対して対抗できるとまあいうことを言えばいいんだと思います。 ちなみにあの、あれですかね、あのそこの部分がまあ言えてしまえば、あのまあ、この問題については大丈夫かなというところです。で一応、ちょっとま,あ、まとめてちょっとあのやっちゃいますけれども、まあ、ここはもう書くだけっていう形になるので、えー、一応まあ直接適用できないよと、まあ、ここはもうあの94条2項の検討ですから、まあ、これはいいですね、もうさっくりやっちゃいます。 BC 通報がないので直接適用はできなくてあとはえ権利外観法理を見ていくのでああごめんなさいえと権利外観法理を見ていくのでまあ虚偽の外観についてはまあこれはもう B 名義の登記があるのであなので,で本人の軌跡性。 でこれね書き方は本当にコツがあって権利外観法ではもう繰り返すけど虚偽の外観から書いてねもう虚偽の外観があって論理的にそうなるでしょ虚偽の外観が存在しててその虚偽の外観作ったことに本人に落ち度があるかで本人の落ち度の大きさによって第三者要件変わるからなので書き方はこの順番で書いていくのがクレバーだと思いますそうすると本人の軌跡性については一応、えー、となんか B に書類渡したと。 これはは一応奇跡性はありますよ B に抵当権に必要な書類を渡したということは、これは奇跡性を基礎付けるけれども、相対的に小さいですかね。一応、ここは、医師外い非対応になりますから、奇跡性はあるけれどもね、奇跡性は相対的に小さい。従って 94条2項と110条の類推ですよね。94条2項、110条の類推になりますから、今回、だっけ、A の税無加出が必要と。第三者の信頼については、 えー、映画全員無過失まあこういう感じになってきますよね。まあ、もちろん答案書くにあたってはちゃんと直接適用できないことについて触れて「えー、権利外観法理ってこういうもんだよ」って書いて。 でそれであのこの3つの要件を見ていってあとは最終的に今回、意思外形、非対応型になっているとえいうことになりますから A が全員無過失が必要になりますであとは先ほど触れた通りえ賃貸借契約を締結した時点でっててちゃんと書いいくださいねえ AB 間で賃貸借契約を締結した時点でえ今回は B が所有者でないことについて全員無過失であることが必要になりますでそれが認められれば OK だという話。 とちょっと1回目だからちゃんと書くとしたがって、この問題についてはえ賃貸借契約締結当時あ当時の字が当時ねえ賃貸借契約締結当時 P が所有者じゃないことにつき ふにゃっとしたでごめんなさい無過失であれば。というのが一応これ結論になりますかね。こんな感じです。えー、これが結論になってくるのかな。ちょっとまずとします。ということになるかと思います。 でそうするとねあの、まあ、論文の問題って結構重要なのがなんかあの論点を覚えましょうとかってあまり意味がないんですあのもちろん論点を覚えたりとか、まあ、論証をペタッと貼るというような勉強って、まあ、確かに最終的にパーツとして必要にはなるんだけどあの例えばなんか論証を覚えましたじゃあそれで論文解けるようになりますかっていうとあのやっぱりそう簡単に解けるようにならないのはもっと前の段階なんですよねあくまでも論証っていうのはよくあるじゃないですか、えー、これをなんかブロックで覚えましょうみたいなのあるんだけどあれはもう最終的な、まあ 料理の材料なんですよ料、えー、料理の材料みたいなもんで、まあ、料理の作り方知らない人が材料を渡されたところでそれ何もできないでしょ生で食うしかないからとりあえず,またとりあえずまあちゃんとした調理法をまず学びましょうって話なんですよ、ね、実は論文ってでそれは調理法を学んだらそこでなんか便利な、ね、食材みたいなのがあればそれを使ってねおいしい料理にすればいいって話でまず一番最初はやっぱり自然な思考過程っていうのがやっぱりね主張反論の組み立てなんですよ でそうすると結局この問題というのは一番最初に C からの明け渡し請求に対して A が何を主張するかそうすると専有権限の答弁を主張するでそれに対して C はどんな反論を立てるかそしたらそれは無権限だよと B は権利者じゃないよという反論が出る権が C が権利者じゃないよというその反論に対してさらなる再反論ででも、当期信じたよという話でしょ。だからこれをなんか問題見た時に <laughs> えーとスーッと作っていくっていくうのがポイントになります、まあ、この原則論として C が無権利者だって主張してきたとことに対して94条2項の保護っていうのはこの党規を信じたっていうことからですね、えー、持っていければあとは類推的用論であとはそこのところはちゃんと医師外意したような知識あとはまあその94条2項の類推論の書き方みたいなののまあ慣れっていうのがあればここでもしっかり点数稼いできると、まあ、いうことになりますでちなみにこれがまあ1問目なんですが2問目頭出しまでえしていきます まあ、実際、なんか、この、旧司法試験の問題っていうのが一応、今、やってますけれども。あの、たいこのね、平成十何年とかの、大体、平成十年代の、ちょっと、このぐらいの長さの、旧司法試験の問題というのが。まあ、たいなんか、あの、法律論としての難易度としては、予備試験に近い問題です。あの、予備試験の過去問は、あの、問題文の一番後ろとかにあるとおり、もっと事例長いです。 えもっと事例が長くて事実関係拾ったりとか事実に対して評価しろみたいな形でもっとまあ長くなるんだけれども法律論として聞かれるレベルというのは大体この辺のところがすっとできればあの大体まあ自信持っていいかなというレベルです、まあ、考えたら司法試験だからね、えー、じゃあちょっと問題を見ていきましょうじゃあ 2, 番で2番は今度 A は本件建物が B の所有でないことを知った後 知った後 C に対して B との賃貸借契約が最初から有効であることを認めてほしいと申し入れたものの C はこれを拒絶したと、えー、要するにもう認めてくれっても C はだめだと認めないとその後 C が死亡し B が C を単独相続したところ B は本件建物を賃借してから1年後に A に対して本件建物の明け渡しを請求したこういう問題なんですね。 1>, で1番は、まあ、A は B に対して、えー、この B が C を単独相続したことを理由に本件建物の明け渡しを拒絶することができるかで2番、えー、仮に1の理由で明け渡しを拒絶することができないとすれば A は B に対してどのような主張をすることができるか。 えー、特に大ヒント、敷金の返還を受けるまで本件、建物の明け渡しを拒絶すると主張することができるかというのが、えー、この括弧2番の問題ということになります。そうすると、やっぱりこれも人物関係図ちゃんとやっておかなきゃいけないなということになると思うので、とりあえず簡単に人物関係図を紹介しておきます。まあ、こっちに括弧2番という形、二番ねで。実際にまあちょっとあの大まかな筋道でこうなんだろうなみたいなことまで、ちょっと頭出しをしてから休憩しますけれども、まあ、今回、こんな感じだね。えー、C B で えと谷口に対してるとこれはやっている,ると。で、えー、とこの C が所有者。所有者ですでちなみにこれ何をしてたかっていうとあのあの C が所有者で A に対して認めてくれ認めてくれっていうふうに頼んだわけですよね。 でこれもし仮にちょっと大前提確認します、えー、他人物賃貸借というのも、まあ、契約として有効ですね、まあ、他人物売買と同じように、他人物賃貸借というのは、えー、契約として有効です、ででこの時 A A というのは C からの承諾が得れれば別に占有はできるわけだよ、ねえー、まあ実際この AB 間で他人物賃貸借があってでもし仮に C が、えー、この他人物賃貸借所有者だもんね、これ C はね。 えー、C が所有者で所有者である C が他人物賃貸借をもし仮に認めればまあ遡って、えー、この A 手な適法な占有権限を得ることができそうだよね。ですが今回の問題っていうのはまず C は所有者として、えー、ごめんなさい所,所有者として C はまず、えー、この他人物賃貸借の追認してません、えー、追認を拒絶しています。 で追認を拒絶した後に C は死亡してます。C, は死亡してますで C が死亡して相続をしている <laughs> という感じですかねで相続をしたという状況です。でで一応、これでじゃあ例えばです、ねえー、と問題文をちょっと見ていただけると <laughs>、はい。 A が B に対してあ、ごめんなさい、すみませんで、この後に B が明け渡し請求してきたんでね、えー、B が明け渡し請求をしてきたということですね、じゃあ、ちなみにこれあの、確認ですけれども、どうして B は明け渡し請求してきたでしょうということです。えー、でこれはあのしっかりとこれから先、確認するけれども、えーあの、言ってみればですね、えーと、C を相続してますよね。ということは、B は建物の所有者になったんですよ。 で建物の所有者になって明け渡し請求しているということは B が A に対して明け渡し請求しているのはこれは所有権に基づくです、えー、つまり C というのは所有者だったわけでしょで,で今回単独相続しているわけだから、えー、B は所有権に基づいて、まあ、C から相続した所有権ですね、えー、C から相続した所有権に基づいて明け渡し請求をしてきたっていうことですよねまあここまでいいかな <laughs> で,でもちろん A としてはあのー まあもちろん占有権限を主張したいということになるわけですよね占有権限を主張したいということになるんだけれどもえただ、先ほど言った通り AB 間は賃貸借契約これ、谷物賃貸借ですで、かつはいえーもう C は追認拒絶してますよねで C は追認拒絶しているわけだからえまあ結論から言うとあれだよねあのー 例えば、a はこれ、あの、明け渡しに応じなきゃいけないってことになるだろうね。あの、一応この問題、ちょっと早速なんだけど、話をしておくと、これ何の問題なのかっていうとですね。あの、いわゆる無権代理と相続の議論と同じなんですよ。結局この c が所有者で、b が他人物賃貸借の貸主。で、で、b が、あの、c が死亡して相続した場合、一般的には資格併存説ってやつになりますよね。えー、資格併存説ってことになりますから、b は所有者たる地位と。 まあ、B は所有者たる地位と、えー、それから他人物賃貸人たる地位というのが、えー、資格並存しているということになりますでそうすると B は所有権に基づいて明け渡し請求をしてくるでで A としては主張として考えられるのはよくあるのは資格並存説の場合にはあの追認権、追認拒絶権相続しますよね。 追認権追認拒絶権を相続するわけだけれどもただ、この B というのは他人物賃貸を行った人そのものだから追認拒絶することは審議則上許されないんだという主張がまあ一応、考えられるんですよ、これちょっと余談,です余談というかあの出発あの問題のポイントとしては。 もともとは資格併存説を前提とすると追認権と追認拒絶権というものを B が相続するからそうすると B は追認権追認拒絶権を相続するんだけれどもただ B っていうのは自ら他人物賃貸やった人だから他人物賃貸やった人間が追認拒絶することは審議則上許されないしたがって B は追認するしかないから A は出てきたくないですといううふに言うのが本来ですだけど今回の問題はもうすでに C が追認拒絶しちゃってるんで、えー もう、追認拒絶していることが確定している状態なので、まあ、その主張はちょっとすることができないという感じになります。えー、なので、もしこの問題ね、少しあのなんか変な問題かなというところがあるんですが、もし仮に、この追認拒絶してない段階でもし仮に C が死亡した場合には、これ、A、勝てたんですよね。えーまあ、つまり、この C が追認するか追認しないかということについて、えー、まあ 追認も追認拒絶もしていない段階で C が死亡して相続した場合には資格並存説によって C の追認権追認拒絶権は B が相続します。で相続するからまあ B が追認するかどうかをまたねあの決めるわけだけれども、ただ他人物賃貸した人自らが追認拒絶することはまあ近半限であったりとか審議則上許されないから結局 B は追認するしかなくなるんでこの他人物賃貸借はこのまあ B が追認せざるを得ないから遡って適法になる。 とということを言いたいんだけれども、えー、ただ、今回の問題だともう C がすでに追認拒絶をしていて追認拒絶が確定していますで追認拒絶が確定しているわけだから、えー、結局のところ、えー、そのようなあの A の主張っていうのは認められないよという話になるんだと思いますだから、ちょっとこれ休憩してからにしますけれども筋道としてはおそらく、まあ、C があごめん B が明け渡し請求するのに対して A はさっき言った資格閉説の主張をするんだと思うんだよね。 で四角格閉説の主張をしたくなるんだけれども、ただ、それについては、もう、その、追認拒絶がもうすでに確定しちゃってるわけだから、えーまあ、実際、それは難しいよねって主張をしていけばいいということになります、まあ、一応、過去一番のところ、ちょっと筋道だけ立てましたけれども、ちょっとまあ休憩挟みますね、えーまあ、休憩挟んで、まあ、実際に、えーまあ、どういうふうに、ああ答案構成立てていくのかっていうところもね、合わせて見ていくことにいたします。では、えー、一旦ここで休憩しますが、えー、このあと問題として扱うものは、第7問と、 えー、第9問、えー、という形で順番で進めていきますので、まあ、もしね。ちょっと休憩時間、随一の問題、パートメートをしたいなっていう方はまあ、第7問、第9問あたりのところね、えー、問題見ていただければと思います。あの特にま今,今日1回目なんで、あの問題。もし仮にあのその場で見ても大丈夫なペースで進めていくんで、まあ,あの休憩時間しっかり休憩取ってもね。大丈夫かと思います。はい、じゃ、それではじゃ一旦ここで休憩します。じゃ、それではね。ここから、えー、後半ということになりますけれども。 えっと先ほど第四問についてまああのちょっと確認していきましたがそちらについてまあ一旦ですねえまあ括弧一括弧にともにえちょっと見ていくことにいたしますえっとまず括弧えっと一番の問題ですかねえについてはあの本件建物の空き渡しを拒むことができるかというのがまあ一問目ということになりますえ少し移しますでえ一応問題としてはまあしっかりと主張反論を組み立てていくってことになるのでえ少し移しますね。 組み立てていくってことになるので、まあ、それぞれどういう主張をしていくのかってことになるから、まあ、まず、えー、過去一番出発点としてはまあ、b がですかね。これもま確認ね。まあ、b が a に対して主張するのはまあ、所有権に基づく明け渡し請求だよね。 でなんであ所有権に基づく明け渡し請求かということですけど、まあ一般的には所有権に基づくときにこれも当案書くときのポイントであの所有権の取得原因をか忘れずに書いてくださいあの実際なん、例えば、ね、い今までの問題だったらもともとが所有者だというケースがあるけれども例えば今回 C から相続してますよね。ということですから、まあ、所有権の取得原因が、まあ、明らかなものについては、まあ、所有権に基づく明け渡し請求ということですがこれは取得原因については、えー、C から相続ですね。 C から相続したってことが取得原因ってことになります。ですからまあ C の所有権をまあいってみれば相続によって包括消去したということを理由として自らが所有者になったということであの明け渡し請求しているとことになります。でこれに対して A からの再反論としあ A からの反論としてはまあやっぱりどうしてもこの A B 賃貸,貸借でまあ占有権限の交渉言いたいわけですよ。 専有権限の抗弁を言いたいんだけれども、ただ、まあ、B からはまた同じように、まあ、結局のところあの、無権利者であって、A の賃借権は得られませんので、まあ、この AB 賃貸借があるんだってことだけども、結局、B としては、A まあ、B、無権利者ですから、A の賃借権、できないと <laughs> まあいうことになります。 でまあ、ここまでのところは、まああのまあ、通常通りの流れですかね、えー、B が A に対して所有者で明け渡せ、A は請求権限の答弁を言うけれども、まあ、B は、えーまあ、無権利者だよということになります。で、まあ、実際にこれあの、A からは審議則違反だっていう主張が出てくる可能性はあるんだけれども、あの先ほども触れた通り、まり、あ、これについてはねあの、C っていうのは、生前ね。 追認拒絶しています。ということは、追認拒絶で確定しています、まあ、ここはなんかあの一応念のため触れておいてください。 えと一応 B は無権利者であって A は賃借権を得ることはできないよという結論なんだけれどもえと一応、これについてはまああの C が生前にもう追認拒絶している状態ですからもう追認拒絶で確定していますということは追認拒絶ということはこれ B の無権利で確定です。ということ、ねえー、追認拒絶で確定しています、えー、だからまあ一応ここで CF で書いておくと例えば要は資格平存説プラス審議則の主張はできないということです。 えーとこのしかし審議即設によるまあえーとまあ審議即あこれ要するにちょっと黙々となっちゃってるけれども要は考えられるところはあの A としてはこういう主張は考えられたわけね <laughs>。 A としては、ちょっと上の方に戻りますけれども、A としては、資格偏存説プラス審議促設で B が追認拒絶することは、審議則上許されないから、追認するしかないでしょっていう主張っていうのは、もちろんこれは考えられたんだけども、もう A が生前にえ追認拒絶しちゃってますから、追認拒絶をすることで確定しています、したがって、資格偏存説プラス審議促設による A の主張は認められないよということです。まあ、この えー、一般的にはさっきも、ね、あの前半の講義の最後に言った通り、えー、とおり C が追認も追認拒絶もしていない状態であれば、まあ、A からは有力な再反論として、えー、この資格平存説プラス審議速説使って、えー、B は追認拒絶できないから追認するしかないんだよということで、えー、A は自らの賃借権を主張すると考えられるんだけれども、えー、生前 C がです、ねえー、もう追認拒絶をしちゃってますから、えー、これ判例も追認拒絶で確定するというのが判例ですので。 まあちょっと不安な方はあの回答例なんかもありますから、まあ、そこもしっかり見て確認しておいてください。でそうするとまあ1問目に関しては問いに答えていくと,、えー、と B が C を単独相続したことを理由に明け渡しを求めることができるかというと、まあ、ちょっととここれはは求めることは難しあのごめんなさい、えー、と明け渡しを拒むことができるかというのが、まあえー、括弧1でしたよね。 でやっぱり明け渡しを拒むことはちょっと難しいのかなというところになりますでは、ちょっと括弧二2番ですけど今度は明け渡しが拒めないとしたときにどんな主張ができるでしょうじゃあ、この弧にはあは実はねあのしっかり考えていくとあのいけると思います、まあ、少なくとも B としてはもう端的に言うと所有権に基づく明け渡し請求してきているわけですねで特にこれはあの 今日の講義の中でも1つのパッケージとして押さえてほしいのは所有権に基づく明け渡し請求が出てきてでそれで明け渡しを拒むロジックっていうのができたときにとにかく忘れやすいのが留置権なんですよね。え今回は、有権限ででで拒むことはできないですよね,いいよね今回あの要するに骨組みとしては所有権に基づく明け渡し請求を受けて A としてはまず最初に言いたいのは他人、まあ、物賃貸借が追認されればいいわけですよ。まあ、いいよね あの今回の問題っていうのはもう端的に2の1っていうのはこの他人物賃貸借が追認できれば OK だったんだけれども、まあ、追認されることはもうないわけですよね、えー、いいよね。<laughs> えーまあ、もう一回言うとね、えー、この他人物賃貸借が追認されて、えー、適法な占有権限があるから、えー、明け渡したくないよという主張がまず一番最初、A としては考えられるんだけれども、ただもうあの、生前 C が追認拒絶しちゃってる以上は、えー、もう追認拒絶で確定してますから、えー、この他人物賃貸借が追認されてあの、えー、他人物賃貸借が追認されて OK になるっていうことは、えー、これはちょっと、まあ、無理だということになりますよね。 一応、仕掛け併存説を前提としてもやっぱり無理かなというところになります。じゃあ、明け渡し、それで応じなきゃいけないかというと、もう一つ考えられるのが、やっぱり A はこの建物を占有してますから、留置権の主張が考えられる、そうすると295条条文の要件、一個一個見ていってください。 この A というのは他人の物の占有者なわけですよね。B が一応相続しても所有者になっていますから295条の要件を一個一個見ていくと他人のの占有者で295条,29条で他人の物の占有者で実際に何か債権を持っているならば。 留置権、主張できる可能性がありますということはまあなんとなくこの B の A に対する何らかの債権を持っているのであればこれを非担保債権として留置権の主張が考えられそうですで特にこれ問題誘導がありますよね、敷金の返還を受けるまで明け渡しを拒絶することができるかということだからこの問題、敷金返還請求権を非担保債権としてこの建物を留置できるかを聞いているだけですということです。<laughs> いいかな そうすると、まあ、例えばこのにもに、もう非担保債権として考えられるものも一応聞かれちゃってるから、敷金返還請求権、えー、これを非担保債権として留置することができますかって問題です。で忘れてる方はもうこれは必ず復習しておいて、この留置権は無理ね、えどうしてかというと、敷金返還請求権が発生するのは明け渡した時だからね。えー、ということは、そもそも留置権行使している時点で、まずそもそも論として、 そもそも論として、えーとまあ、これは622条の2の1項で、まあ、明け渡し時節をとちますから明け渡し前は未発生です、したがって、えー、そもそも非保全債権ないです、この、えー、話はね622条の 2, 2の1項1号ですよね、えー、明け渡し前は式金返還請求権未,未発生ですから。 非担保債権ありません。したがって、えー、この留置権の主張はまあ、認められないということになります。はい。じゃこれでまあ、一応まあ、一応なんか質問の誘導には答えたことになるんですが、ただこの問題もう一つ留置権の可能性あります。えっ、ー、と特にこれあの四角平図解の話をしたときに、えー、できればピンときてほしい問題があったんですよ。あの。 まず資格並存説というのは一般的にあの無権代理と相続の場面出てきたよねでこの時に <laughs> えと今回、その応用なんですよ <laughs> あの無権代理と相続の応用でこの資格並存することによって B というのはいいかな所有者としての地位というものはもちろんあの相続しますよね合わせて資格並存説なんだから他人物賃貸人としての地位も並存してます。もし仮にこれあのあれあですよ もしこの状況に戻るけど、C が追認拒絶したってことはどうなってます他人物賃貸借の賃貸人の義務って A に使わせる義務ですよね、えー。つまり今回 B は他人物賃貸を行っていて、他人物賃貸借の B の債務って何かって言ったら、これ C の承諾を取るなりして A に使用収益させる義務があるはずだよね。で、これ C が追認拒絶したってことはその義務履行不能になってますからね。 いいよね、社会通念上利行不能になってるってことは A は B に対して債務不履行に基づく損害賠償請求権を持ってますからね。ということはこれ A の B に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権っていうのもこれ A は B 持ってますからこれは非,保全債権で使えあ非担保債権で使えるからね。なのであの今回ちょっとね括弧2番では資金返還請求を受けるまで明け渡しを拒絶すると主張することができるかって書いてあるから、まあ、なんとなくこの。 敷金返還請求権非担保債権として留置権使えるか使えません残念みたいなね、えー、そういう問題聞いてるんだけど併せてやっぱり視点として持っててほしいのは資格併存といった場合には本人の資格とそのもともとあった他人物賃貸人の資格が併存するから追追認拒絶すするるともう片方責任追求されるんですよよいいよね、えー、つまり本人が追認拒絶をする場合には、えー、もう一人は一般的に責任追及されることになりますから今回は。 まあ一応ちょっとメモ書きってことになりますけれどもえまあ一応まあこんな感じですね B が A に対して例えばまあこういう疑問を負ってるわけですよ。あごめんなさいこうだね。 あの一応、資格併存説を前提とすると B っていうのは、他人物賃貸人なんでしょ、えー、他人物賃貸人と。まあ、一応これは、資格併存説からすると。 まあ所有者人、えー、物賃貸人なわけですよあの資格並存説からすると所有者の立場でありながら他人、えー、物賃貸人の地位も資格並存してるわけだから他人、まあ、物賃貸人の地位として、ね、使用収益を求める請求権を A は B に対して、えー、請求権を持ってるわけですよね。でこれについてはどうなってるかっていうと、えー、C の追認拒絶によって 社会通念上履行不能になっていますで、社会通念上履行不能になっていてこれ B の規制性ありますよねということは <laughs> 債務者である B の規制性があるということは A は B に対して損害賠償請求権を持ってますいいかな 一応これ数字だけでいいよね、債務不履行に基づく損害賠償請求権を持ってます。損害賠償請求権を持ってますでこれは、物に対して承知債権と言っていいでしょう、他人物賃貸の基づく債権ということになりますから、これに対しては基本的には。 担保債権になるので結局ここで、えー、いや留置権の主張は、えーまあ、基本的に認められることになるかなと、まあ、いうところだと思います一応だからまあ可能性としてありえるものとして非担保債権の根拠というのが一応2パターンありえたという感じです。 えー、つまりま、可能性としては留置権の話になるんだけれども、敷金返還請求権を非担保債権として行うことは無理なんだけれども、今回、B は A との関係では損害賠償罪も負ってますので、えー、そうするとこれを損害賠償請求権が発生しているわけだから、これを非担保債権として留置することは問題なくできるだろうってことになると思う。ででちなみにですけれども、これね、あの、ようし えーと一応まあ2つのえ一応留置権をちょっと説明した感じになるんだけれども、これ、本来だったら、これもちょっと余談だけど、すぐ消しちゃうけど、本来だったら、例えば C が所有者で、B が他人物賃貸人で、A が、こ,ううこれすぐ消しちゃうけどね、本来だったら C が生きてるときだったら、こういう感じなんですよ、明け渡し請求になっていて、A がえ建物をこう持ってて、B に対して、損害賠償請求的に持ってる。 でこの時留置権成立するかっていったら留置権成立しないっていう、まあ、めちゃくちゃ重要なやつがあるよね。あの少なくとも明け渡し請求してるのが C で,で明け渡し請求してきてるのが C で,で A は B に対して他人物賃貸借だから B に対して損害賠償請求権を持ってるじゃあこの損害賠償請求権を持って A はこの留置権を主張できるかなんて話でこれはできないのはなぜか,かっていったら心理的圧迫を加える関係ないからだよね えつまり今回引き渡し請求をしているのか、これ C が生存していれば、明け渡し請求しているのが C だから、えー、C が明け渡し請求している。で、非担保債権の債務者は B だよね。ということで、ね。で、このように、えー、明け渡し請求権、引き渡し請求権の請求権者と、えー、非担保債権としたい債権の債務者が一致していない場合には、この時には、要は、えー、仮に留置権を行使したところで B に心理的圧迫を加える関係はないんだよね。 だから基本的には留置権における非担保債権を足り得るためには引き渡し請求をする請求権者と非担保債権の債務者が同一人である場合の当該債権になる必要があるとだから今回はこの言ってみればこれが C が生きているんだったらこれ留置権できないんだけど C が死んじゃって放ししたでしょ結局、明け渡し請求権者と一致するようになるんですよ。これによって あの本来だったらあの C と B って別人格だから明け渡し請求の請求権者と非担保債権の債務者が違うから留置権使えないんだけど今回は資格併存説に立てばこの B と C の資格が併存するわけだからそうするとまあ B が結局谷物賃貸人兼所有者ってことになるから明け渡し請求の主体と損害賠償の客体が一致するんですよそうすると今回の問題に限っては通常だったらこの。 まあ特になんかよくあのインプットの教材とかを見ておくと、他人物賃貸借の問題で、この留置権使えませんよっていうのは、おそらくインプットの教材の中ではおそらく出てくると思うんですよ。だから本来だったら、これ、留置権使えないんだけど、今回はこの資格併存しちゃってることによって、留置権の抗弁が成立しうるというね、そういう問題になってきます。なので一応、さっきすぐ消しちゃったけど、一応 CF であのこれだけ書いておくと、本来だったらこうなんだよね、CF でやっておくと。 まあこれあの復習の時に、ちょっとまあこんな話にたなみたいな感じでまあ分かるような形で書いておくぐらいにしておきますけどまあ C が A に対して明け渡し請求があってでえこっちに415条1項があったときには A は留置権だめだよって話ねまあこの明け渡し請求をする主体とえそれから非担保債権だからこれが非担保債権になり得ないわけね。 まあこれは、非担保債権には、ごめんなさい、えー、非担保再建になり得ないので、まあ、こう、ベクトルがずれちゃってるからね、えー、ベクトルがずれちゃってるから、非担保債権になり得ないっていう事例なんだけど、今回は、これがまあ、きれいに、まあ、包括処理したんですよ。この問題は。 えー、きれいに包括処刑したという問題で、まあ、かなりまああの練った問題かなと思いますので、えーまあ、そこまで含めてまあやっておくとまあ結構知識面としては、ねえー、きれいにはまってくると思いますのでぜひやってみてみくださいじゃあそれではです、ねえー、次の問題についてはなんか見たことがありそうな問題という形で第7問の問題。 労、まあの問題ということになりますので、まあまあ、実際ちょっとやってみましょう、はい、A 所有の高地について、AB 間で売買契約が締結されて、B は代金を換算して引き渡しを受けたが、移転登記はなされなかった、その後、B は、高土地に建物を建てて居住しているという、まあ、事例としてはなんか比較的シンプルな事例かな、えーまあ、A 所有の高土地について、AB 間で売買契約が締結されていると、ちょっとこの1ページ目に書いちゃいます、えー、売買契約が締結され、B は引き渡しを受けてるんだけれども、まあ、これ、土地ですね。 この土地については、えー、あれかな、えー、移転登記がなされていない状態、つまり今回、問題になっている土地はこれです、えー。問題になっている土地はこれで、一応、ここに B が建物を建てていると、えー、B 所有の建物をこう建てています。まあ、いいかね、一番ね。で、そしてその後、ですね、えー、引っ越しから5年余り経過した後、A は高知を、えー、と C に売却して登記を移転させやがりましたっていうね。 はい、えー、二重譲渡です。で、登記については、まあ、A 名義の登記がまあ C に移りました。はい、えー、この時、括弧一1番。えっ、ー、と、C は B に対して、えー、建物宗教土地開け渡し請求をしています。えー、この請求は認められるかってことになります。はい。えっ、ー、と、まあ、無理だろうっていうね、<laughs> そんな感じですけれども、<laughs> えー、C は B に対して、まあ、明け渡し請求をしていると。 あでちなみにごめんなさい、これ、明け渡し請求の根拠はもちろん C は所有権に基づく明け渡し請求です。で、まあ、B としてはあの、買ったっていう主張をしたくなるんだけど、もうこれ、対抗関係で負けてますからあの、この主張はもう無理ですよってことは、まあ、論理的に説明できますよね。えまずは C は、A、B に対して所有権に基づく明け渡し請求をする、でおそらく B としては、A から買ったって主張をしたいんだと思うんですよ。 おそらくね、えー、あの基本的にこういう問題ってまずあの、なるべく神様の視点に行かないようにねあのこういう問題ってなんか神様の視点でいくと、えー、C と B は対抗関係で、えー、C が登記を取ったから確定的に所有権を取得しているから、えー、B の負けって言ってたなるんだけどあの一応最、最終的にはそれが結論なんだけどやっぱり主張反論の組み立ては、ま、C が所有権に基づいて明け渡し請求するこれは所有権取得原因は AC 売買です。 AC 売買に基づいて所有権取得原因は AC 売買に基づいて明け渡り請求をするけれども B としては何を主張するかというと、まあ、AB 売買を理由として所有者は私だって主張するんだと考えられるでそうすると、まあえー、その主張が認められるかって考えていけば結局ところこれってあの、まあ、A あの B も C もお互いに177条の第三者に当たるから登記、まあ、がなければ対抗することができないわけだから、えー、B は例えば A から買ったと。 私は A から買ったんだという主張をしてもそのことは C に対して対抗はできないよね。で一方で C は所有権登記を得ているわけだから登記を具備したわけだから第三者である B に対抗できる。 まあ結果的にそうすると確定的に C が所有者になるよっていうねあの一応そういうふうなのが一応あの筋道にはなるから、まあ、答案書くときにはねあれかもしれないけどあのもう端的に書いちゃってもいいかもしれないけど、まあ、主張反論の組み立てで言うならばまずはしっかりと C が B に対して明け渡し請求を求めている根拠は AC で、えー、まあ言ってみ買ったと、えー、所有権を A から買ったんだってことを理由に明け渡し請求するで B の反論としては私も A から買ったんだって主張だからそこで対抗関係が顕在化するわけですよね。 でお互いに第三者に当たるから結局、登記をぐビした C が確定的に所有権を主張して B は確定的に所有権なくなるからもう結局 B は残念って話になる。はい、で,で、これでまあ終わりにしたいところなんですが、なんか、明け渡しの請求認められるかで、まあ、一応認められないんだけど、あと一応書きたいのは B としては留置権の答弁ですよね。一応これも念のため口頭でまず最初に説明するけれどもあの B は A に対して損害賠償請求権を持ってますよね。 つまり AB 売買というのはこれ実際に売買契約に基づいて当期移転請求権というのはもちろん B は A に対して持ってたわけですよで B は A に対して所有権あえ売買契約の当事者として当期移転請求権を持ってたんだけれどもこの当期移転請求権が C が当期を具備したことによって社会通念上履行不能になりますから B は A に対して損害賠償請求権を持っていますでこの損害賠償請求権を非担保債権として C からの明け渡し請求を拒めますか っていう問題が一応出てくると思うんでそれはもうさっきと同じでもベクトル違うからできないよって一言書いておけばいいかなと思います。でこの問題ねそこまで聞いてるかはわかんないんだけどその明け渡しを拒めるかっていう聞き方なんだよねなので一応まあ明け渡しを拒むっていう点でまあ考えられそうな主張としてはまあ実際にまあ考えられそうな主張としてはその辺りかなというところになります。なななんんんかかかこの問題なんか、ねなんかロ なんかローの問題ではあるんだけれどもえ何を聞いてんだという話でえ一応、反論の行使としてはまあ C に所有権あの要するに B、自分が所有者だという主張はまずあるんだけどそれは対抗関係で負けちゃうであとはえ留置権による明け渡し拒絶という主張があるんだけどこれもやっぱ無理だろうということの2つでいいのかなと思いますでただ、すげえ細かいけど1個例外がありますあの明け渡しを拒める場合は C が配信的役者の場合ね C が配信的悪意者だった場合には B は登記なくして C に対抗できますから一応今回問題としては C が何者なのかってのはよう分かりませんので一応 C が配信的悪意者だった場合には登記なくして B は対抗できますなぜならば配信的悪意者は177条第3条入らないからねっていうあたりをまあ書いておけばいいかなと思いますなんでこれはまあなんか実際にあの B が拒もうとする根拠っていうのはまあおそらく考えられることは一つとしては あれかなえっ、ー、と、まあえっ、ー、と、AB 売買により B が所有者って主張。まあこれはまあ無理だよってことですね。えー、この主張は通らない。えー、まあどうしてかっていうと、まあえっ、ー、と、結局 BC は、 対抗関係で C がまあこれはダメだよって話ですね。まあ認められないっていうことについてはまあえっとまあ B C が対抗関係に立っていてかつ C が登記グビしてますからこの主張は認められないことになりそうだよね。そしてあと二つ目として考えるのはまあ留置権だよね。 これもできないよって話ですね。あの非担保債権に当たらないってことです。で一応まあ図解だけしておくと、まあ、ざっくりとこういう図だよね。えっ、ー、と ABC で、えー、えっ登記移転請求権持ってるんだけれども、ただこれについては、えっ、ー、と、C の登記により、 社会通年上履行不能になったとであとは A に奇跡性あると。ということは415条の損害賠償請求権がまあ発生してますよってことは一応あるんだよね。 でちなみに、当期移転請求権、これ、条文確認しておいて、あの民法の場合、あの条文しっかり書けるかどうかって結構重要だったりして、当期移転請求権は560条にあるからね、えー、売買契約の当事者っていうのは、対抗要件を備えさせる義務を負ってますから、 一応これも民法の560条をしれっと見てみるとね対抗要件を備えさせる義務は売買契約の当事者は売り主の義務としてあるのでこれ自体はそもそも555条の売買契約の当事者として506条で登記移転をさせると対抗要件を具備させるという義務はありますからそうするとこの登記移転請求権が発生しているんだけど C が登記を備えたことによって社会通念上、履行不能になった結果それが損害賠償請求権が発生しています。 いいかなただしこれについては、えー、結論としては非担保債権足りえないよねってことですいいですかねでただこれについては、えー、ならないと、まあ、なぜならばこれの まあ、非担保債権でなりないね。えー、今回この債務者は A で、引き渡し請求しているのは C だから、この二つ一致してない場合にはね、えー、留置権は認めないことになりますから、まあ、今回はもともと、え、560条に基づいて B は A に対して登記定請求権を持ってて、それがまあ履行不能になったことで、一応まあ、損害賠償請求権にはなってます。えー、まあ一応損害賠償請求権になってるんだけれども、ただ、 えーとこれは非担保債権足りえない、まあ、一応だから図でいうとこういう話ね、あのここで損害賠償請求権一応発生してるんだけれども、ただこれま、あまあ見ての通り、ベクトルずれちゃってるので、留置権の主張はちょっとできないのかなというところでいいと思います。はい、ということで、一応、これ、括弧1番の問題については、この2つがまあ回答としてえ出ていれば OK ということになります。ただ、ああ一応例外としてはさっきも触れた通り、一応、 まあ例外がもしあるとするとまあ C が配置的役者の場合ということになりますね。えー、この時にはこれもう第三者じゃないからね。えー、まあ一応このように、まあ、ちょっと復習用のリマインドとしてちょっと紹介しておくとまあこういうことが言えるかと思います。まあ、もちろんあの B が所有者っていう主張は、 まあできないということになりますけれども、まあ例外としては C が配信的役意者の場合には、C は第三者で当たりませんから、この時には登記なくして対抗できるので、まあそのような場合は例外になりますけど、そうじゃなければ無理だよってことになる。 じゃ、次に今2番なんですけど、これが結構重要問題かなと思います。あの2番については。あの C がスーパーマーケットを営む会社であって、高知の売買契約は、その用地買収担当の D が、この付近一帯の給料が宅地造成されて、高知は格好の、店舗用地となるものと判断して、近隣の倍近い価格で締結したのであるが、実際に、そのような開発計画はなかったものとすると。で、この場合の、 えっと、AC 間の法律関係について論じなさいということになります。え、まあ、見るとですね。いいですかね。ちょっとこの問題大丈夫かね。じゃちょっとまあ、問題、下の方にちょっと書けそうだと思いますので、まあ、過去にまあ、今回はちょっと話がガラッと変わっていて、まあ、A と C との売買契約があって、で、この売買契約については、まあ、問題文にある通り、 もともとはです、ね、この買収担当者の人がこのような、えーえー、付近一帯の給料が宅地造成されて高知が格好の店舗用地となるものと判断して買ったと。 で実際、そんなことなかったってことだから、まあ、このとき AC 間の法律関係について論じなさいっていうふうに言ってますがまずあの今日1回目の講義なんで、えー、ちょっとざっくり言っておくと AC 間の法律関係論ぜよとかそういう何とか間の法律関係を論ぜよって言われたらどっちかからどっちかにどんな請求できるかってことを端的に聞いてます。 なので例えばこういうふうな事実関係になったら A が C に対して何かを言いたいか C が A に対して何かを言いたいかということをまあ説明すればいいですですからどんな請求が考えられてどんなあの結論が導けるかっていう、ね、その請求が認められるかということを書けばいいですなのでまあ AC 間の法律関係について論ぜよといっ,った場合には、まあ、今回だったら A から C または C から A に対してどのような請求が考えられるのか。 で、それが認められるかについて答えてくださいってことになります。そうすると、これ、まあ、2番はもう多分シンプルに、AC 間の売買これ取り消したいよね。これはね、えー、実際に宅地造成されるんだってことを判断して、で、それで、えー、宅地造成すると判断されて高い値段で買ったんだけども、その計画なかったってことですから、まあ一般的には錯誤取り消しかなって気はします。C としては錯誤で取り消したいなんだけど、ただ、 これ今日しっかり復習でやっといて取り消して終わらせないでね取り消して金返せまでが請求だからね、えー、つまり今回の問題についてはあのもちろんこ,のこれ今日の講義の中ではまた復習でやるけどいわゆる動機の錯法でしょう、えー、いわゆる動機の錯法でしょうから、えー、この契約を C としては、まあ、95条1項2号で取り消しますよねで取り消したら無効になるから払った金返せができるんですよ で特にこ,れあのこのコンボは使えるように取り消して無効だから金返せです。えー、これ条条のというのはセットになってきます。えー、取り消して無効だから金返せということになりますからということは、まあ、今回、えー、C として主張したいことというのは錯誤、まあ、で取り消したことを理由として原、えー、状回復請求ですよね。 取り消して何もないわけではなくて取り消した上えでお金を返してほしいということになりますそうすると今回の問題はこの取り消しが認められるかどうかということがまあ問題になってきますいいですかね,いいですかねであとはまあ今回ちょっと細かい話になるんだけれどもあの C は会社であの D が何か錯誤に陥っているんですよ。 でも D っていうのはおそらくこれ、用地買収担当者だから、これおそらく代理人と考えていいでしょう。まあ代理権が授与されてると考えていいです。買収担当者ですから。っていうか代理人ということは、あの基本的に代理人が錯誤に陥った場合、代理人基準取り消せるからね。あの、これは101条ってやつ。ちょっと忘れてる人はもう一回確認するねえー、代理人だから、あの、101条で、 え代理人に錯誤があれば取り消し OK ね。これはちょっと忘れてる人はなんか代理人基準っていう話もう一回ちょっとね確認しといてね。 なので、まあ、C としての主張は、まあ、D が錯誤に陥ったことを理由に、えー、取り消しますつまり代理人が錯誤に陥ったら本人取り消せますからいいよ、ね、これは101条という条文がありましたよね、えー、基本的には詐欺とか錯誤とか脅迫とかその、ね、維持表示の歌詞に関しては、えー、代理人が、えー、その錯誤の原因があるならその代理人が錯誤に陥っていることを理由として取り消して OK というのが、まあ、原則論でしたよね。 ですから今回は101条1項で代理人錯誤がありますからそれを理由として C は取り消しにかかるということになりますそうすると問題としてはね D というのはおそらく用地買収担当者ということですから代理人として構成していいと思いますのでそうするとこの95条1項取り消しは理由に のあとはこの,、えー、この D がだから代理人ね○代、うん、って感じしますね、えーまあ、D が代理人であることを理由に、まあ、D の錯誤を理由に、えー、C としては取り消すことができますだからごめんなさいちょっと書いちゃったごめんなさい C は取り消せるってことになります じゃあ、あとはこの問題については、民法の問題は、とにかくあの法律構成が認められるかどうかは、要件満たすかどうかなんで、まずこの骨子とまず示しますよね。C としてはとりあえず、この詐欺で取り消しあ、錯誤か、錯誤で取り消して、無効だから金返せって主張したい。で、これが認められるかどうかについては、じゃあ、あとは、この95条2項について、要件を満たすかどうかってことを検討すればいい。で、要件を満たすかどうかは全部認定すればいいんですよ。 この問題文の事案からすると。ということは要件が満たされるるかかどうかで決まってくるで特にあの、まあ、合格等は作成講座、まあ、これからまあ論文対策でいろいろやってくるんだけど、まあ、とにかくあの重要度が高いのはあの要件があるものは全部忘れず全部やってください。 あのたまになんだけどなんか問題となるような,なんか要件が3つ4つあるやつで1個だけ要件認定してこれで認められるという答案は基本的に点数ほぼ来ないんですあの基本的には要件効果っていうのは例えば法律要件で4つの要件があるものであればその4つの要件が認められて初めて取り消しの効果が生じるわけでしょなわけだからあの全部の要件を必ずあの認定するようにあの忘れないようにでちなみに認められないときはいいよ認められないときは認められない要件があれば認められないんだから だけど少なくとも認められるという場合はすべ、えー、ての要件を忘れずに重足性を見てくださいそうするとここからは条文をちゃんと書いてねという話になるんだろうね、えー、そうすると95条1項2項のいわ,ゆるいわゆる動機の錯誤については一般的要件としては、えー、と95条を見といてねねこれは、ねえー、法律行為を照らして重要なものであることでそして、えー、あとはなんか基礎とした事情というやつね 真実に反する錯誤。ちょっとこれはまあちょっと書いちゃいますけど、基礎とした事情っていうものが、なんか認識に反するってやつね、95条で書かれている通りということになりますがね、95条では、法律行為の基礎とした事情について、その認識が真実に反する錯誤ってやつね。反する錯誤があったこと。 でそれから3つ目として、えー、これ表示がありましたよね。えー、95条2項で同機の錯誤っていうのは表示されてなきゃいけませんから、えー、基礎事情が表示されていたこと。まあ、一般的にはまあ、それぞれ95条1項柱書きの要件と、えー、95条1項2項の真実に反する錯誤で、 え、基礎事情が表示されていたこと、まあ、この辺りのものをまあ認めていけばいいということになると思います。で、ちなみにあの重過失があったら取り消すことはできないっていうのがありますが、これは一般的に反論ですかね。あの a の側からの反論で現れてきます。あのまあ一般的にはあれでしょ？あの95条の条文見ておくと重過失があった場合には取り消すことができないっていう風な。 いわゆる取り消しを制限するような規定で95条3項書いてありますからまずは C としてはこの法律行為が重要なものであること基礎事情が真実に反していたこと基礎事情が表示されていたことというものをまず示してあとはそれが認められた場合には相手方の A の側からあんた、重過失あったでしょというような反論として組み立てられることになるでそうするとあとはまあしっかり一個一個認定していきますあと、まずこれちゃんと全部に理由付け ま,しょうまずじゃあ法律行為の重要なものであるかってことですが一般的には今回、これが何だっけ宅地造成されるってことが重要な事項でしょうかということなんだけれどもこれはちゃんと問題文から認定していきましょうこれスーパーマーケットを営む会社であるっていうことであるわけですよねそうすると宅地造成されるかどうかっていうことは結局、集客性に結びつく話でしょ。 ということは、一般的にスーパーマーケットの会社の用地買収であるならば、集客性があるかどうかということが、極めて重要な意味を持ってくるから、そうすると、この、なんだっけ、宅地造成されるかどうかということは、これでいうところの、どこだっけ、法律行為の、目的及び取引の社会について、らして重要だって言えそうだと。次に、じゃあ、基礎とした事情が真実に反していたか。 実際宅地造成されるというふうに認識してたんだけれども実際は宅地造成されなかったわけだからえ認識に反して認識と真実が違ってたわけだよね。そしてこれが表示されていたでしょうかえまあ表示されてるかどうかこの問題からは分かりませんけれどもあの通常は目次の表示があると考えていいでしょう。つまりスーパーマーパマケットの用地買収担当者が、 交渉に当たっているわけだから少なくともこのような、えー、ものについてはおそらくはあの何らかの形で目次の表示があったと考えていいのかなという気がする、まあ、これ具体的な問題は分からないのであの目次の表示があれば OK とかそんなふうに、まあ、あのいわゆる家庭的にしちゃってもいいけれども、まあ、一般的にはこの用地買収の担当者が、えー、実際にその店舗用地になると判断して買ったで特に今回わざわざ倍近い価格で買ったということはおそらく何らかの形でこの、えー、土地に対して何らかの 中のなんかあれプライオリティがあるということがおそらくは何らかの形で目次表示されていると考えられるんだよねあのもちろんあのこの問題文からははっきり分からないけれどもあのもし仮にちょっと長めの事例問題だったら必ず書いてある、まあ、こういうふうなわざわざ、ねあのえー、近隣の倍近い価格で買ったとっいうことの動機づけみたいのはおそらく B は何らかの形で表示しているでしょう。 なんでこんな、ね、わけわかんない土地2倍で買おうとしてるんだよ、この人はってなるだろうから、お、ま、そ、あ、らくはこの売買契約締結の交渉段階で、まあ、こういう話はあったんじゃないかと考えていいでしょう、でそうするとまああのここまでのところでまあ認められるってことになる、であとはあのまあ論理的な問題として、それに対する反論としては、えーえー、A, A の側からすれば、えー、用地買収担当者のデに重過失があったと。 まあいう可能性があれば、重過失があれば認められないだろうし、あとはちょっと条文確認ね。仮に重過失があったとしても、の話が続くよね。仮に重過失があったとしても、えっと、今回だったら、相手方の A ですね。A が錯誤に陥っていることにつき悪意重過失ならば取り消しできますよね。この流れは、ちゃんと条文の復習だと思ってやっておきましょう。一応ここれまあ全部丸ってことを一応今回 認定しちゃいますけれどまずは、これはまあま、あ一応、目次の表示でも OK ということで、本来,本来はまあ通常、あ,あれかな、D っていうのは、用地担当買収者、あ、じゃあ、なんだ、買収担当者。D は買収担当者で、 倍近い価格で買っていたみたいなそういう事情があるのであればまあ通常はこういう経緯の中でえまあ買収の担当者の人が倍近い価格をわざわざ出しているということはその交渉の中でおそらく言っていたんだろうとは考えられますのでえ一応、私としては買収担当者としてえ交渉しているということやまあ倍近い価格を出しているということからすると少なくとも今回、これが。 なんか宅地造成される場所だから買うよってことがまあ何らかの形で目次的な表示は少なくともされてたんじゃないかとまあ考えていいと思う。で、あとはまあ法律コインという重要なものについてはやっぱりスーパーマーケットの会社ですよね。スーパーマーケットの会社の用地買収ですから、まあさっきの話ね。えー、ということであればやっぱり集客性の高さって非常に高いと思う。えー、 まあ集客性の高さというのはやっぱり非常に重要な意味を持つのでまあ今回、宅地造成予定であるかどうかということはやっぱりその集客率に思いっきり影響するのでえそうするとまあこれは取引行為にとって重要なものということになるかなと思います。宅地造成予定ってことこですねかどうかということについてやっぱり意味が出てくるそうするとまあ要件、充足性は一旦まあこれは OK かなという気がします。 なんでまずえー今回は C から A に対するまず主張としてはまあ詐欺取り消しの主張がまず考えられるとちょっと戻りますけれどもえ詐欺取り消しで金返せという主張がまず考えられるとま,あまずね C から A で C から A の主張としてはまずありえるとでこれに対してはあとは条文の確認ですはい A から C に対する再反論としては D の重過質があるかどうか。で、今回の問題だったら分かりません。えーまあ、D に重過質があるんだったら取り消しできなくなるね。A、95条3項で取り消しできなくなる。で、あとは C から A に対する再反論としては。D 錯誤につき A が。 悪意または重過失っていう可能性がが出てきますがただこれは正直分かんないねあのこの問題の事案からするとまあ少なくともまあ取り消しはできるのかなという気は錯誤取り消しはできるのかなという気はするけどまあ D に重過質があったかどうかということについてはこの問題からちょっと分からないからもし仮に D に重過質があるなら取り消しできないだろうしで仮に D が重過質があったとしてもね仮に重過質があったとしても A が悪意または重過質だった場合ねこの錯誤に陥ったことについて知っていたのであればこれは 例外の例外で、まあ、取り消し OK ということになるので、まあ、95条3項1号で取り消し OK という話は、まあ、十分出てくるかなというところになります。<laughs> で一応、これで設、まあ、問2の回答はまあ十分取れているかと思うので、まあ、特にまあ難しい問題とは言えないけれどもちゃんとまあ1回目の問題としてはあの論文のまあ基礎的なところをしっかり聞いています。 あのまあ実際、錯誤で取り消してその錯誤の要件を満たすことを全部認定して錯誤の要件を満たすんだったら相手方の反論として重過失の反論でその後に重過失の反論が仮に認められた場合にはえその錯誤に陥ったことについての相手方の悪意または重過失の再反論というねまあそういう形でまああの綺麗になっていきますので一個一個まああの認定できるようにしていきましょうであとはまあこれあの余談ではありますけれども最後ね <laughs> あのこの手の動機の錯誤が出てきたときには通常は契約内容不適合の,せあの責任になる可能性もあるあのどうしてかというと、これ、要するに、格好の店舗用地となるものを判断して倍地い革で買いました、でこれは一般的に動機の錯誤として考えたけれども、例えば売買契約の目的物が宅地造成される土地というのが当事者間の契約内容に仮になってた場合ね。 えつまり宅地造成をされる予定の土地なんだってことが契約内容になってるんだったらその契約内容に適合しない物が引き渡されたことになりますからそうすると562条以下の問題ですえ契約内容不適合責任として契約を解除するって可能性はあるいい、ね、あのつまり大体の場合はあのいわゆる錯誤の取り消しと契約内容不適合ってかなり重なるんですよつまり今回みたいになんかね えー、例えばこれよくあるさ動機の錯誤の例ってさ美術品が本物だと思ったみたいな話で美術品が本物だと思ったら実は美術品が偽物だったから錯誤で取り消すぞって話ってあの実は見方を変えれば売買契約の中で本物であるってことが、ね、契約内容になってたりするんですよ同時に。 そしたら本物だっていうつもりで売買契約を結んだのに、えー、実際に引き渡されたものが本物じゃなかったってことは契約内容とは適合しないものを引き渡されたことになるからということは契約内容不適合責任を相手方に追及できるとでその時に契約内容不適合564条で解除できますよねで解除して金返せもできるってことですで基本的にこれどっちもできることが多いのであの一応まあ頭の中には入れておいてもらえればいいかなと思います一応 CF でまあリマインド程度でやっておくけれども AC の契約内容として、宅地予定の土地だと。ということは、品質が契約内容不適合だと。おそらく品質に関する契約内容不適合かな。 まあ今回、なんかあの、錯誤取り消してもいいのかなって気がしますけれども、まあ、例えばこういうふうに考えることも十分できます、そうすると契約内容不適合責任で562条、えー、から564条の適用がありますから、そうすると、解除権があります。ということは、解除権として、まあ、通常はこれってさ、もう宅地予定の土地を引き渡すことは不可能だよね、だって宅地予定じゃないんだから、もうすでに。 つまり、宅地予定の土地を買ったんだけれども、宅地予定じゃないという状態で契約内容不適合ならば、宅地予定の土地を引き渡せっていう請求ができるはずなんですよ、ただし、宅地予定の土地を引き渡すことはもうできませんから、そうすると結局、この564条で、履行不能解除あ。ごめんなさい。 立候補不能解除は可能かなって気がします。一応これ数字で書いてますけど、立候不能解除、どうしてかというとあの、要するに宅地予定の土地の引き渡しは、これは不可能ですよね。もう実際宅地予定じゃなかったんだから。 だから解除できそうだね、これね。で、一応、こういうふうな可能性もあるよってことですね。えーまあ、一般的にこれもね、あの口頭ではなりますけれども、えー、動機の錯誤が認められるときというのは、同時に品質に関する契約内容不適合を構成することもあるので、まあ、頭によってはこういうふうな考え方もできるっていうのは、ちょっと使うかどうかは別としてね、えー、使うかどうかは別として、こういうのは抑えてくださいで。あとは解除して終わらせないね、解除して金返すまで言ってねいいね。 解除して、えー、終わっちゃだめですからね。とってくださいね。この場合忘れずに、えー、ちょっと待ってください。解除して、金返せまでやってくださいね。えー、解除して金返せまでやる必要があるということになります。で、一般的にはこれね、あの認められやすい方やればいいです。あのこれはあの、一般的には認められやすい方やっちゃって構いません。 あのまあ、一応ちなあの判例ではね、これ、錯誤取り消しと、錯誤取り消しと契約内容不適合が両方ともできるときは、判例は錯誤からやってくれって一応言ってるんです、これ、判例はでまた担当とかで出ることあるんだけど、錯誤取り消しと契約内容不適合責任、両方とも追及できるときは、まず錯誤の主張をしてくれと、どうしてかっていうと、錯誤っていうのは契約が有効かどうかの議論だから。 つまり錯誤で取り消すってことは契約が有効かどうかの議論でしょで、契約内容不適合っていうのは契約が有効であることを前提に契約責任を問うっていう場面でしょ。そうすると論理的には錯誤の主張が先行するはずなのよ。論理的には契約が有効かどうかってことを争って契約が有効だったとしても、その契約内容が不適合だから。 その契約が有効であることを前提にその不適合責任を問うっていう順番になるから判例は一応錯誤をやってから契約内不適合をまあ予備的に主張してっていうのが一応判例なんだけどただ一般的には好きな方でやっていいってされてますあのこれはあのまだ民事訴訟法を学習されてない方はあれなんですが、まあ、民事訴訟法まで終わってる方は一周ねあの結局のこと処分権主義ですからあの訴訟物の選択は当事者が決めればいいですからあの結局この えと現状回復、昨後取り消しをした上でで、121条で現状回復を求めるのか、それを訴訟物とするのか、それとも解除に基づいて、解除の方の五の545条の方を訴訟物にするのかは、それは当事者が決めればいいだけなんで、一応、判例はね、契約内容不適合責任の方よりも、昨後の方をやってくれと言ってるけど、一般的にはあまり判例の立場、支持されてないので、両方ともできますぐらいな感じで書いちゃえばいいです、ちなみに私がこれ、答案で書くんだったら、なおつって、この2つ目書くかな、一応ね。 なお、契約内容不適合責任についても、まあ、契約内容不適合責任を追求して、まあ、解除もできますよという感じでえ解いていくとやりやすいかと思います。はい。ということで、一応、これについては、まあ、あの、まあ、一応、まあ、両方ともできうるってことを、まあ、見ておけばいい問題ということになります。ではですね、えっ、ー、と、ちょっと時間の方もありますので、えっ、ー、と、次の第9問の触りのところですかねあ。をちょっとやっていきます。よいしょ。えっ、ー、と、まあ、一応ね、第9問も、あの、 結構面白い問題なのよこれ、えーまあ、実際に、まあ、特にロースクールの問題とかですから、まあ、実際にまあ、ね、あのこういうのが出てるんだみたいなのを、ねちょっとえー、実感してもらえればと思うんですけども、えー、であとはもうとにかくこれを自然に、まあ、あのなんか回答できるように思考過程を磨いていこうという話になるのでじゃあいきます A は B に対して A の所有する高土地の隣には地下鉄の駅ができる予定があるので、えー、高土地も値上がりするだろうと虚偽の事実を述べ。 え、高土地を、え、代金、え、1000万円で売却して、え、B への移転登記を済ませた。まあ、とりあえず、ま、A が B に対して詐欺働いとんね。え、で、なんか高い値段で売っ払ったと。で、その後 B は、高土地を C に賃貸して、毎月10万円の賃料を受領している。で、ただし C は、その賃借権につき、え、対抗要件を備えておらず、また、AB 間の売買における詐欺について、善意無過失だった。その後、 えー、B は A の詐欺に気が付いて、えー、売買契約を取り消す意思表示をした、はい、ABC の、えー、法律関係について論じなさいという問題になります、えー、とまずねこれねあの後半結構難しくなっちゃうところもあるんだけども、まあ、一緒になんか自然な回答が出せるかっていうことねあのこういう時になんかあの繰り返すけどなんか神様目線でなんか論点探すとかあのそういうふうに考えるよりはまず問題文の事実関係考えようそうするとどうなってるかっていうと,とりあえずまず A が B に対して売買しているわけでしょ で売買していてでそれでまあ実際に土地を売っちゃったんだよね、ね A は B に対してあごめんなさいだから高く売ったんだ、ごめんなさいあの A が B に対して、まあ、ぼったくったわけだね、ごめんなさいさっきの言葉もう一回言い直すと、まあ、A が B に対して、まあ、俺の土地は高くなるぞって言って、まあ、1000万円で売っちゃったと,ということですから、まあ、とりあえず A が1000万円をぼったくってで、まあ、売却したわけですよね。 で売却して B はその土地を C に賃貸したわけですね。えっと、今回ね。C に賃貸していると。賃貸していて、現在 C はえーここでまあ毎月、のこんのな感じですね。この土地を使っているという状態。ちなみにこれ、賃料については月10万円の賃料かな。 月10万円の賃料を払っているという状況です。で C は一応、なんで書いたかというと対抗要件がまずないんだね、賃借権については対抗要件がなくてで C はとりあえずこれはあれかなあの AB 間の詐欺については税無過失と。 はいえこういう状況です。まあそうするとまずは A が B に対して土地を高く1000万円とかで高く売っ払った詐欺で売ったんだね。えー、まあ以上この A ってのは結局これ詐欺ですよね。えー、まあ B に対して詐欺を働いてでまあ売ったと。 でそれでまあ B はその高く買ったものを C にまあ言ってみれば賃貸出しているという状況でその後、問題文としては続いてますかね詐欺取り消ししてるねえー B はえーと A の詐欺に気が付いて売買契約を取り消す意思表示をしてますからまあ現在、今、登記はえとあここですね B への移転登記を済ませてますから現在、登記名義は B のもとに置かれているとこういう状況ですね。 えー、所有権登記は B のもとに置かれていて、でこの後に、えーえー、B が取り消しを行っていると、まあ、こんな感じですね、言ってみれば A が詐欺師ということですね、A が詐欺師ってことですね。はい、でこの時に、じゃ A、B、C の法律関係について論じなさいということになりますが、えー、まずはやっぱり主張としては、これ、B から出発した方がいいよね。 え、まあ、今回 ABC の法律関係だからとても面倒くさいところではあるけれども、まあ、やっぱりまあ AB 間の法律関係が多分一番やりやすいと思う。まあ、どうしてかっていうと、まあ、まず詐欺取り消ししてるから、まあ、端的に B から A に対してやることってシンプルじゃん。金返せ。えー、金返せってことでしょ。ということは、まず詐欺取り消しをした B としては A に対して一番最初にやるべきは、詐欺で取り消したから、無効だから金返すですよ。 金返せということで、まあ、いわゆるあの代金返還請求ですああ。ごめんなさい、現状回復請求ね、ようね。ああまあ、いいか、代金返還請求ね。まあ、いわゆるこれ、現状回復請求になります。 でまあ、これは多分認められるんだろうなって気ははすするるんんですよね、えー、多分これれ認められるんだろうなっていう気はするんだけれどもあのちなみにこれねいろんな回答筋考えられるので一番まずシンプルなところから見ますまず改善改正ですじゃあ A からはどうします詐欺で取り返されたってことですから、まあ、通常は投機、えー、改正でしょうね、えーまあ、いわゆる投機名義人が B なんで、まあ、B が投機名義人だから、まあ、A からすれば、まあ、やっぱり同じように 121条の2の1項に基づいてこれは登記を戻してくれということになるんでしょうね。の移転請求とということでまあお互いにまあこ詐欺の詐欺が詐欺で取り消されてるわけだからまあイメージとしてはまあ A は B との関係でいうととりあえずまあ登記請求していて まあ、B は A に対して、えー、代金返還請求と、まあ、1000万返せっていう請求になるよね。えー、代金返還請求っていうことになります。でちなみにこれねあの、解除だった場合にはあの、代金は利息つけて返せになりますね。 あの解除の場合は念のためやっておくと545条2項と3項がありますからえ代金返せという場合にはえ代金返せっていう場合には利息をつけて返しなさいえそして、物を返せというときは使用利益つけて返しなさいえみたいな形になりますがまあ今回、特段まあそこはえ気にしなくていいかなという気がします。少なくともまあえと一応、まあ この問題文の骨組みとしてはお互いにこういう請求になってくるということになりますで一応、私個人としてはこの AB 間の問題についてはここまでかければいいかなって気はします、まあ、普通に B は結局 A に対して詐欺取り消ししたんだから金返せで A としても取り消されたんだから投機返せってことになりますであとはちょっと応用的な論点だけどこれ見たときになんか思い出せますあの A ってのはこの人詐欺してるんですよね で一般的にはこのような原状回復請求権相互というのはあの覚えてますかね同時履行の抗弁権が累積適用されます、えー、つまり結局返還義務と返還義務に関しては、えー、お互いに同時履行の抗弁権というものが言ってもらう履行の裏返しなんで。 えーまあ、言ってみれば総務契約自体が同時履行の公弁の関係に立つから、えー、それの原状回復の関係も同時履行の公弁になるのでお互いに同時履行の公弁権を持ち合うんだけれどもただ一般的に詐欺を働いたやつに同時履行の公弁権を認めるべきではないって考えられてます、えー、つまり自ら詐欺を行った A が例えば登記を移すまでは代金返さねえぞみたいなね そういうい同時履行の公弁権を主張することはやっぱりまあ妥当性を欠くということからまあ一般的にまあ通説ではどう考えているかっていうとあの結局 A って何者かって言ったらあれでしょ詐欺働いて1000万円巻き上げた人なんですよ。ということは同時履行の公弁権とまあ類似したものとして留置権ってありましたよね。留置権は占有が不法行為で始まった場合には留置権成立しないんですよ。でこの295条2項の類推適用が一般的に考えられるね。 あのよく言われてるやつですつまり留置権の場合には不法行為で始まったら留置権成立しないんでですよね不法行為で始まった場合には留置権成立しないならば、もともと制度は、ね、あの同時履行の公弁権と留置権っていうのは違うものだけれども当事者間の公平という制度趣旨同じですよねそうすると295条2項の累積適用、まあ、つまり当事者間の公平というまあ制度趣旨が共通しているわけだから不法行為で占有を始めたやつは同時履行の公弁権も言えないんだと。 つまり今回は詐欺で A はお金を巻き上げてますから不法行為で1000万円を巻き上げたということになるので295条2項の累積適用によって A はこの時には同時立候補の公弁権は使えないと一般的に考えられている、まあ、一応まあこれ聞かれたら答えるって感じなんだろうけどねあの、まあ、もしかしたら審議則上無理ってしてもいいけども少なくともこの場合、えー、一応あのこの2つについては 総務契約の裏返しになるので、現状回復相互の関係っていうのは、同時立候の抗弁権が累積されますま。これは一般的にあの争いないとこかなと思うんだけど、総務契約の だからまあお互いに、要するに登記返せ代金返せというのが同時履行の関係に立つと。えー、ですからまあお互いに同時履行の公弁権を主張することはできるというのがまあ原則論なんだけれども、えー、ただ。ごめんなさい。A つまり A っていうのがいわゆる詐欺師なんですよね。詐欺した人なんでまあ一般論としては533条の類推適用でえお互いにこれは同時履行の公弁を持ち合うというふうに考えられるけど A に同時履行の公弁権を認めるべきではないということから一般的には295条2項の類推によってで A の まあ、神戸はできないよというふうに、まあ、一般的に考えられていると。まあ、いうところになると思います。<laughs> まあ、または、他にも、これ、審議則上無理っていうふうにやっててもいいしね。えー、まあ、実際に、これ、お互いに、この。原状回復請求同士っていうのは、同時履行の神戸の関係に立つんだけれども。ええー、詐欺師にそれ認めるのはダメだろうっていうね。ええー、詐欺師に同時履行の神戸認めんのは、さすがに。まあ、虫が良すぎるだろうということで、まあ、審議則上無理っていうふうにやっても。 まあ一応295条二項で類推してもいいし、えー、審議則上だめだよっていうふうにする方法もあるかと思います。で、少なくともそうすると、まず AB 間の関係っていうのは、ここでクリアになったと思うんですよね。AB 間の関係は。じゃあ、今度は <laughs>、あと何が考えられるかっていうのを見ていくと、えーとまあ、ちょっと、あとでまた今日、あのこの後の話っていうのは次回の講義でやるけど、多分 A から C の請求があり得ると思う。A はこれ、所有権回復してるでしょ。 詐欺取り消しによって A は結局所有権回復しているからおそらく土地返せという可能性が高いです土地返せという可能性が高いです、えー、つまりもう1回言うけれどもこの A は詐欺師なんだけどね詐欺師なんだけれども A としては詐欺で取り消されたわけだからそうすると所有権は訴求的に A のものになるから所有権に基づいて C に出てけということになるでしょうね、えー、つまり返せということになるでしょうね じゃあ実際にじゃあ A が C に対して所有権に基づいて明け渡し請求するときに C は何て言ううでしょうえこれはまああのちゃんとあの詐欺取り消しが出てきてえ C はえこれどういう状態でしたっけえと実際にえ売却が行われた後 B がえ実際にえ C に対して賃貸していますからえ C はおそらく取り消し前の第三者に当たるでしょうね。 とということは、まあ、A としては、まあ、実際に取り消されちゃったもんだからもともと土地の所有権が自分のものになったということを前提に、えー、C に対して、えー、所有権に基づく返還請求、明け渡し請求をするとでそれに対して C は、えー、自らが96条3項の第三者に当たると、まあ、取り消し前の第三者に当たるということになるからそうすると取り消し前の第三者に当たれば、まあ、ここからあれだよね、えー、と取り消し制限かかります。 じゃあ取り消し制限かかるんだけど復習になりますけど取り消し前の第三者というのは96条3項というのはまあ取り消し前の利害関係人でかつまあ新たな法律上の独立した利害関係人とまあ新たな独立した法律上の利害関係人ということになるけどまあそうだよねねこれねえー B, か B から借りてえ独立した法律上の賃借人という利害関係を持ってますからまあそうすると96条3項のえ取り消し前の第三者 C が当たるとじゃああとは96条3項の要件確認しておいて善意無過失ならば OK だよね。 善意無過失であれば OK ということになるであとは、えー、これちなみにこれ講義の中でもよく出てくる話で取り消し前の第三者の関係っていうのは全種、えー、公主の関係に立ちますから対抗関係に立ちませんしたがって対抗要件いらないんですね、えー、いいねこれ96条3項の話はもう一回忘れてる人ね、えー、96条3項の第三者っていうのは取り消し前の第三者っていうのは要するに取り消しの訴求項によって影響を受けるべきものを保護するための規定だよね、えー、この96条3項は。 ですからこの詐欺取り消しというものはこの詐欺取り消しというのは96条3項で善意無過失の第三者に対抗できないでこの善意無過失の第三者というのは取り消し前の第三者だということ今回、この人取り消し前の第三者でかつ善意無過失でそしてまあいわゆる対抗要件必要かどうかという議論は96条3項の関係というのは対抗関係ではなくて全種公主の関係に立ちますからえ対抗要件は基本的にはいらないとまあいうふうに考えていけばいいよね。 え、対抗要件はいらないと。あいうふうに考えていくと、まあ、そうすると A は C に対して、えー、まあ対抗することが、えー、ごめんなさい。え、A は C に対して、えー、詐欺取り消しすることができなくなるということになりますわね。えー、まあ、別に明け渡し請求ができないということだよね。 で、きなないいとうこにりますあとは、明け渡し請求ができないっていうことで、あとでこ,とでこの後どうなるのっていうのが、ちょっとね、あのこの後の話になるんです。で、少なくとも、ちょっとここまではちょっとやっておきたいなっていうところで、えっ、ー、と、まあ、ちょっと次の講義でもちょっとやるんだけど、まあ、これちょっと一回、あの、書いて、ちょっと次回の講義のために、あの筋道だけ書いて、ちょっと消しちゃうと、 まあ例えば A が B でこんな感じで C に対して賃貸借があってでこの人は96条3項の第三者です。ということは A は C に対してまあ明け渡し請求したわけですね。明け渡し請求したんだけど C にその対抗できない。 でこの対抗できないというのはどういうことかっていうとおそらくは、まあ、おそらくはってわけだけど対抗できないというのは C は取り消し前の第三者に当たるから、えー、結局は A の明け渡し請求は認められないで明け渡し請求が認められない結果どうなるかっていうとおそらく C は沈着に至る地位を主張できるんだと思うんですあできるんですよつまりもともと C は別に所有権を得てるわけじゃないからいいよねもともと C としてはどんな主張をするのかっていったら、えー、結局は私はあの自分が所有者だって主張してるわけではなくて結局 A が C に対して所有権を対抗できないあ、まあ、言ってみれば、ね、A が C に対して明け渡し請求できない結果この人は A に対して、えー、賃借権賃貸に至る地位を主張できると。ということになるんだよね。 そうするとこの関係ってどうなるかというとちょっと変だかもしれないけど、まあ、A がまあ一応、この人所有権が復帰したけれども所有権に基づいて明け渡し請求ができないということでしょう。所有権に基づく明け渡し請求ができない結果、えー、C は結局 A に対して賃貸人至る地位を主張することができるそうするとこれ結果どうなるかというとですね、まあ、次回の講義やりますけどおそらく、あのー、こうなるんですよ。えー、つまり AC 間で あの言ってみれば、あの賃貸人としての地位が B がこの,この賃貸借ね、この賃貸借については BC 間の賃貸借だったものが AC 間の賃貸借になるというふうに、まあ、一般的に考えられます、で多分これ、今見て、そうだって思う人いないと思うんで、あのこれ、どうしてそういうふうに考えられるかというと、まあ、これ、ちょっと条文でちょっと説明すると、あの覚えてるかね、605条の2って条文あったでしょ、どんな条文だったかというと、例えばこれ例としてね。 これ全然違う条文なんだけれども、605条の2っていう条文を見ていくと、例えば A が B との関係で賃貸借契約が結ばれていて、A が C に対して売却をした場合、この時に例えば B が対抗要件を備えていると。B が対抗要件を備えていて、C が所有権に基づいて明け渡し請求できないと。こういう状態ですね。 えー、605条の2って条文どんな条文だったかというともともと AB 間に賃貸借があってで A が C に対してその目的物を売却して C は所有権に基づいて明け渡し請求をするんだけどただ対抗要件を先立って備えているときには明け渡し請求できないじゃないでこの明け渡し請求ができなかった場合あのどうなるかっていうと賃貸人たる地位の移転が、まあ、起こるんだよねで結果的にはどうなるかっていうともともと AB 間の賃貸借だったものが明け渡し請求が認められない結果 え AB だったものが CB に当然に賃貸に至る地が移転するでこの605条の2っていうのはまあこれ今日考こ案こしましょうあのどういう状況かっていうと結局新しい所有者が 賃借人に対して明け渡し請求所有権に基づく明け渡し請求ができない場合にはそのいいよねつまり新しく所有者になった人まあ今回だったら C だよね新しく所有者になった人が賃借人に対して所有権に基づく明け渡し請求ができない場合にはその結果この人は新しく賃借人の地位になるんだよっていう条文なんですよ。ということは今回そのものズバリではないけれども結局これ新しく所有者になったってまあ所有権が復帰したわけでしょ B は。 B は A に対して新しく所有権が復帰してで新しく所有権が復帰した人が賃借人に対して明け渡し請求をしたけど認められなかったという状況なんでしょう。ということは結局、新たな所有者というか、まあ、詐欺取り消しによって復帰的に所有者になった人で詐欺取り消しによって復帰的に所有者になったこの A が所有権に基づく明け渡し請求が認められなかったとっいう事例に他ならないんですよ。 そうすると、これは605条の2そのものではないけれども、605条の2の累積適用ということになるんでしょうね。605条の2の累積適用ということになるから、もともと BC 間での賃貸借が AC 間の賃貸借にスライドするんだろうね。で、結果的に賃貸人たる地位が移転する。ということになる。そうすると、まあ、なんか大体のことをやっちゃったのでこれ、後でまた決して次回やりますけれども。で でそうすると、まあ、AC 間に新しい賃貸借契約が生まれるってことになるからそうするとこの後あと基本的な問題としては難しくなっちゃうんだけどねあの A は所有権に基づいてあの要するに出てけって言えませんでしたよね,いいよね A は所有権に基づいて出てけっていうのはこれは先ほども言った通り C が96条3項の第三者に当たるから、えー、96条第三者に当たるから A は C に対して出てけっていうことができない。その結果、AC、間に、えー、こういうふういふ えー、賃貸借関係がまあ形成されるそうすると A が主張することは C に対する賃料請求です。でじゃあこれ C に対する賃料請求はってっ条文確認ね605条の三の三項ねあこれ六百五条の2の3項ね登記を備えなければ賃料請求できないからね、えー、605条の2の3項で登記を備えなければ賃料請求できませんので、まあ、今回の問題についてはまだ登記は、えー、どこにあるかな登記、えー、まだないので <laughs>、えー、一応、えー、A は えこれ登記を得られれば大丈夫なんじゃないかみたいなね、まあ、そんな感じでまあ回答していくことになると思います。なののでちょっとねこの問題あの <laughs> えと少し AC 間の法律関係というのはちょっと難しくなるえところではありますけれどもあの少なくともまずこの AB 間の法律関係はまあ詐欺で取り消して現状回復という関係ですよね、詐欺で取り消して現状回復。今,今度は AC の関係はというと、もう一度まとめますけれども、AC の関係はというと、A はまあ要するに取り消して出てけなんですよ。A は詐欺取り消して所有者になったから 所有権に基づいて明け渡し請求をするんだけれども C としては自らが取り消し前,前の第三者に当たるから A の明け渡し請求は認めないということになるそうすると結局新しい所有者である A が C に対して所有権に基づく請求をしたんだけれども賃借人に対して明け渡しが求められない状況になったということです。 ということは、これは605条の2の1項そのものの状況ではないけれども、新所有者が賃借人に所有権に基づく請求が認められなかったという点では同じことなので、結局は605条の2の1項が累積適用されて、賃貸人の地位,が生じると地位の移転が生じると考えれば、もともと BC の賃貸借契約だったものが AC の賃貸借契約に移行することになる。あとは、もうこれはあれですよね。 えー、所有権に基づく明け渡しが A ができないとしても今度は賃料請求ですから月10万の賃料をよこせっていうことを C に言うわけだけれどもこれは605条の2の3項がありますから、えー、所有権登記を A が備えることができれば請求することができるっていう流れになるなであとは BC <laughs>、えー、この関係は賃貸借契約が終わるだけということでしょうね さっき言った賃貸の地位が移転する結果として賃貸借契約から B は離脱するということですから B ・ C 間の法律関係は特段何もないというのがまあ一つの回答になりますで一応、次回の講義で一応今回 A ・ B 間の問題以降の AC 間の請求についてはもう一回簡単に請求あの説明しますけれども、まあ、結論としてはねあの この605条の2という条文が結構重要であの、まあ、言ってみればこの条文というのはあの例えば、ね、所有権が A から、まあ、この場合だったら所有者が変わって所有者が所有権に基づく明け渡し請求ができないと、まあ、通常、先立つ対抗意があるときたんだけど、えーまあ、この所有権に基づく請求が認められない場合には賃貸人の地位が A から C に当然に移転するという条文なので、まあ、今回はそれそのものではさっきも言っき言たないよねそのものももでははないけれども、まあ、特に C はね。 あ,のあれではないんだけれどもただ、まあ、C はさっき言ったように善意無過失の第三者ですから善意、えー、無過失の取り消し前の第三者で基本的には96条の問題詐欺取り消しの問題では対抗要件問題にならないから、えー、C が対抗要件を具備していなくても、えー、対抗要件を具備していなくても、えー、取り消し前の第三者としてまあ保護されると。 そうすると結局は A が、まあ、新しく、ね、復帰的に所有権に戻ったんだけれども新しく所有権を得た戻した A が C に対して所有権に基づく請求ができないという状況に他ならないですから、まあ、そうすると、まあ、結果的に、まあまあ、C としてはこの,の605条の2の1個の累積適用で A に対して賃貸に至る地位,あ賃に至る地位が主張できて、まあ、AC 間に小さくスライドするというね。 まあこの流れちょっと何回も同じことを言ったって恐縮ですけれども、あの一応、こういうふうな考え方が一つの考え方かと思います、で一応ちょっと戻りますで今日一応初回の講義ということになるので、あの一,一発目、かなり難しいことをやってます、えー、なので、あのまあ実際にまあこういうふうな問題を繰り返していく中で、だいたい分かってきます、例えば今日最後にやった所有権に基づく明け渡し請求がだめだった、じゃあ次は賃料請求だみたいなものは、やっぱり思考過程としてやっぱり出てくるんですよね。 例えば、明け渡しを求められたときに所有権を争う、それがダメなら留置権だとかね、まあ、この辺のところっていうのは、もう思考の枠組みっていうのがブロックとしてあるものなので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、あのまあ、合格とな作成講座の中で、えーまあ、押さえていただければと思います。ただ、きょやった問題自体はね、えーまあ、自主的に3問って感じですかね、えー、自主的に3問やりましたので、えーまあ、ちょっとこちらの方確認を進めていただければと思います。えー、と次回、ね、第9問 第9問のさっきの AC 間の法律関係についてもう一度ちょっと確認してから次回の講義ではもうちょっといろんな問題をやっていきますで,で次回以降なんですけれども、えー、と民法の問題については最初に言ったりまり重要度が高い問題をまず優先的にやっていきますなので全部の問題はやらないということですね 1>, え1週まず終わらせてしまってからでその後にあの2週目入ります。なので今の段階でこちらもあの今日のレジュメって形でウェブアップしますけれども一応まあ問題番号としてあの当面やるものについて今ちょっと指定しちゃいますのでえと一応まあ今日やったのがまあ3番、4番、7番、9番えの問題やりましたけどそれ以降はえと10番、12番、15番、17番、21番、23番、25番 で26番、31番、32番、まあまあ、一応この辺までまあやっておけばまあ十分かなと思います、1回問題、ね、だいたいね、最初のうちは、まああのね、最初 7, 7問以上やるって言ったけど、最初のうちはまあじっくりやっていくので、一応ここら辺のところがまず32番、であとその先も念のためやっておくと、33から37までは全問扱っていきます、まあ、その先もまたあの扱う問題は指定しますけれども、 えと一,応一応次回、次次回第2回、第3回の講義ぐらいまでだったら一応31番までやっておけばまあいいかなというところだと思いますけれどもまあ少し余裕を持ってあの進められる方は一応30うーんとそれ33番まで。 えー、33番ぐらいまで、まあ、あの目を通しておけば第2回、第3回まとめていけると思います。えー、とおそらくあの合格等の作成講座の場合には金曜日と日曜日という形で一応、ね、あ,のある程度タイトになっちゃうのでな、まあ、なかなか金曜から日曜日の間の2日間で、ね、なんか1回分の予習するの大変だという方もいらっしゃると思うので一応2回以上先出しで一応予定は出しておきますので一応今あの引いたところまでで確認しておいてください。で一応、まあ大体の、まあ、振動目安としては、えー まあ確実には言えませんけど、大体第21問目ぐらいまでが次回の第2回の目安になります、でその後に第33 2問、3問ぐらい目が第3回の目安になりますので、一応、ちょっと震度としてはあのそちらの方ねを確認していただけると良いかと思います。はい じゃあそれでは最後の問題、少し難しいところもありましたので、そちらはまた次回の講義でもまた扱っていきますが、えー、とまあ次回以降もね引き続き、えー、まあ復習するにあたっては、とにかく思考の、ねえー、なんか再確認みたいなところをしっかり進めておいてください。はい、じゃあそれでは本日の合格答案作成講座、えー、民法の第1回の講義は以上といたします。それれでではお疲れ様でした